はい、ジャンサク TV をご覧の皆様、こんにちは。有感富士杯争奪第12期麻雀女流リーグ西日本ブロック大阪1組、本日は第3戦の対局となります。第3節の対局となります。司会進行、私梶本拓則が行います。よろしくお願いいたします。はい、それでは第3節大阪1組出場チームの紹介に移りたいと思います。まず第1戦のちいちゃ、麻雀ブルー梅田店チームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お二人とも自己紹介お願いします。はい、麻雀ブルー梅田店チーム日本プロ麻雀連盟の高橋由紀です。よろしくお願いします。お願いします。そして肩のハートに朝ミラクル日本プロ麻雀協会大島あさみです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、ブルー梅田店チームここまでポイントがマイナス 47.4 番手となっておりますが、はい、どうですか、振り返ってみて。振り返ってみてそんなになんか衝撃的なミスとかなかった気が。大丈夫ですか。やるようにやって負けてるので、うん、やるようにやってポイントがちょっと減ってるぐらいだと、うん、と信じたい。これから巻き返したるぞとなので、ね、まあまあ逆に、ね、うん、トップとの差もまあ120なんで、はい、まあ1回で逆転できないこともないぐらいのね、うん、はい、こういう感じなんですが、本日第1戦目はどちらが打たれますか。はい、あ、高橋さん、はい、高橋さん個人の方は、個人はまだ1回しか打ってないんですけど。あ、まだ1回でしたっけ。あれ、まだ1回です。そうか、大阪1組って全部で半ちゃん、6半ちゃん終わって、あれ5回出場。いや違います、今日ここにいないんですけど土田さんがお休みなんです。はい、ああ、そうなんだ。なるほどなるほど、3人1チームなんですね。そうです。で 6回中まで1回しか打ってない。そうなんです。なるほどなるほど。でマイナスです。あら、マイナスか。まあ個人成績もね、結構上位になると、はい、プレミアがつくとかね、いろいろあるんでね、はい、巻き返しを期待しておりますが、はい、はい、なんか応援の一言のないですか。でも今日は大どんでん返しを起こす日。本当にいいですか。はい、なんで、はい、私ね、はい、この1週間で、うん、スーアンコを4回巡り合ってるんですけど、巡り合ってる、そう、3回がスッタンなんですよ。ほう、で、1回放充して、うん、1回ツモスされて、うん、で、スッタン積もられて、うん、スッタン横移動みたいな、上がってない、この1週間で自分は関わってない、上がってないから、これ今日なんかどっちかあるんちゃうかと思って、へぇ、期待してます。なるほど、大どんでん返しを、はい、やられる方じゃない、やられへん、やられへん、もうやられまくったんで、これからやり返したるぞみたいな、溜めてきた感じで、私が被害全部受けてきたから大丈夫。はい、巻き返し期待しております。それでは、麻雀ブルー梅田店チームの告知をよろしくお願いいたします。はい、麻雀ブルー梅田店は赤い三品安冠の特殊ルールで有名な、全国チェーンの4人打ちのお店となっております。最寄り駅は JR 大阪駅、阪急阪神梅田駅となっております。
電車でお越しの方は地下の泉の広場 M9 番出口を目指してきてくださるとすぐです。全国チェーンのお店なので、お近くの系列店でお遊びいただいたことがある方はお店に遊びに来ていただいた際、長いご新規説明などなしですぐにご案内することもできますので、ぜひぜひ出張などご旅行など大阪にいらっしゃった際に立ち寄ってみてください。私たち上流プロ、常勤しておりまして、ほとんど毎日誰か常勤の上流プロがいる形になっております。私も週3ぐらいで出勤させていただいてますので、ぜひぜひ遊びに来てください。あと今日はお休みなんですけど、土田沙織プロと、チームメイトの大島あさみプロは系列店の三宮店の方で出勤しておりますので、出勤情報などはそれぞれのブログなどでチェックしてぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お、コンペなし。カンペはないです。さすがに。ないです。なんもない。ないです。ないです。すごいっすね。さっきめっちゃ練習してましたけどね。めっちゃ一人でブツ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 言ってんやな、この人。今いい感じに言えたなと思った。いや、すごいっす。なんでバラすんですか。いやいやいや、その調子で、はい、麻雀の方も頑張っていただきたいと思います。はい、ます。それでは会場の方にご移動願います。はい、どうぞ。はい、続きましてなんちゃはビッグウェーブ&ギャルナンチームでございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。はい、では自己紹介お願いします。はい、日本プロ麻雀連盟の安城瑠衣です。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、最高衛星日本プロ麻雀協会の足立デイです。はい、よろしくお願いします。さあ、ビッグウェーブ&ギャルナンチームはマイナス 37.4 ポイントでございます。まあ3番手、はい、なかなかちょっとトップのね差もまあまあある感じなんですが、ここまで振り返ってみていかがでしょう。そうですね、やっぱ1万2000ウォールが効いてますね。持ってかれたやつですね。はい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 、はい、最後も1000点補充しましてラスになっちゃいましたけど、はい、まあその辺のね順位がちょっとまあありますし、それもまあまあ結構削られちゃったんでと、まあそれでいてマイナス 37.4 だったらまだまだね巻き返せるポジションなんですが、足立さん、はい、足立さん振り返ってみていかがでしょう。なんかでもまだ全然始まったばっかりって思えるんで、うんうん、まだ全然気持ち的には大丈夫かなと思ってます。なるほど、わかりました。本日は1戦目どちらが、はい、私が持ます。はい、はい、相手見てどうですか、高橋さんとかあとの2人。強いですね、やっぱり。あ、はい、強いんで。高橋さんとはリーグ戦打ったりするんですか。そうです、うん、一応同期なんですよね。あ、そうなんですか。はい、うん、で結構仲良くさせていただいてます、うん、なるほど、はい、まあ、ただ強いんで緊張してますね、はい、なるほど、はい、まあちょっとね、一発目の今日一発目の対局なんで、はい、弾みをつけてそうですね。はい、わ、はい、かりました。それではビッグウェーブ&ギャルナンチーム告知の方よろしくお願いいたします。はい、大阪天王寺のビッグウェーブは三人打専門のお店になってます。貸し宅専門ルームっていうのがあり、うん、団体様とか大会とかでもう、うん、個室でもないんですけど4択別でこう個室みたいになってて、昔鍛冶屋さん来てもらって、はい、大会やりましたね、はい、そういう予約もお待ちしてるんでよかったらお電話ください。はい、よろしくお願いします。では、ギャルナンなんですけど石川県の金沢市にあります。金沢駅からちょっと車で行ってみたら15分ぐらいでした。ああ、実際運転してみて、はいはい、ただちょっと道が混んでると車で20分ぐらいで、うん、バス停が調べると、うん、西泉住宅前というバス停がすぐ近くにありまして、はい、それも金沢駅から15分から20分でお店に行けます。はい、でお車のお越しの際は、駐車場が19台完備してありますのでぜひ遊びに来てください。私が常勤してます、はい、何日ぐらい出てるんですか。週6ぐらいで。もう働き者ですね。、はい、なかなか。じゃあもう大体行ったら高確率で、はい、安城さんがいるみたい、はい、ぜひ対戦してみていただければと思います。はい、それでは安城さん会場の方にご移動願います。よろしくお願いします。はい、続きましてシャーチャです。麻雀ポテト3チームです。
はい、よろしくお願いします。お二人揃いましたね。揃いました。お待たせしました。お待たせしました。はい、よろしくお願いします。お二人自己紹介をお願いします。日本プロマージャン協会のふわです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本プロマージャン協会夏木美優です。よろしくお願いします。お願いします。マージャンポテト3チーム、ここまでプラス 5.2 ポイント、はい、振り返ってみていかがですか。2回戦目がダメでしたね。何だったっけ。2節が成績が悪かったです。あ、ラスラスだったり、フーちゃん。あ、なるほど。私もトップラスとかなんで微妙でしたけど。じゃあ、第1節は良かったんだけど、ちょっと減らして今日を迎えたみたいな、うん、そんな感じです。あ、確かにね。それだとちょっと、前節はがっかりな感じだったんですね。じゃあ今日巻き返しを。そうですね。で、1戦目はどちらが。私が。あ、早速ですね。取り返す時は来た。取り返しに来ました。取り返しに来ました。どうですか、最近の麻雀の調子は。昨日がトップラスのラスなしでした。はい、トップラスのラスなし、うん、トップもないしラスもない、2茶3茶の麻雀でした。あ、なるほどなるほど。ちょっと消化不良。そうですね。トップ取り損ねみたいな感じ。いや、まあなんか頑張ったんですけどって感じでした。なるほど。じゃあ今日はバッチリ決めたいところですね。はい、わかりました。なんか、なんで顔隠してるんですか。いや、顔芸って書かれるんだ。あー、そうですね。意外となんかこう、ね、ずっと見てくれてる人ってね、はい、結構いるんですね。いやいや、もう、ほら、あの、ね、わ、なんだっけ、ステハイ映してるところにワイプっていうのか、ね、そうそう、ワイプの時に、めっちゃいい表情があったんで。そう、なんかね、あの、スイッチャーさん、カメラ抜く人に、はい、ね、カメラ抜くあの人にもこの間、ね、もうなんかそれが楽しみなんだよねとか言われる。いや、多分視聴者も楽しみにしてるんじゃないかな。いや、ちょっとリーチかかった時とかね、はい、あのいい表情、はい、テンパった時とか、昨日ちょっとあの名古屋の方でもテンパイした人の、大物ってテンパイした人の顔、どんな顔で見てんだ、どこチラチラしてんだろうみたいな感じで、ちょっと抜いてたらちょっとまあまあ面白かったんで、今日もそういうシーンがあるんじゃないかなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではマージャンポテト3さん、告知の方よろしくお願いいたします。はい、はい、マージャンポテト3は、地下鉄の御堂筋線本町駅から徒歩2、3分のところにある平日は貸宅専門、土日がトンプのスピードバトル、条件付きトーナー戦っていうのかなを、行ってます。で、今週の日曜日に協会の私たちの先輩の鈴宮プロが来店されます。で、23日の、祝日の木曜日なんですけど、はい、その日にあのライバルの大島麻美プロが、うん、ライバルのそう来店してくださるそうなので、うんうん、多分大島さんもね、もう頼もうと言って頼もう。そんな入場の仕方みたいな。来てくれはると思うので、はい、はい、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではふわさん会長の方にご依頼願います。行ってきます。はい、それではペーチャですね。リズムチームです。おはようございます。おはようございます。はい、リズムチームのお二人お越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いいたします。はい、日本プロ麻雀協会の麻生ゆりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうも皆さん、A リーガーになりました。日本プロ麻雀協会所属の鳥優です。よろしくお願いします。お願いします。ダブル2人とも昇級しました。女流リーグ。はい。あ、最終節がこの間。最終節がこの間やって。なるほど。もうこれで。いろんな人に突っ込まれてる。いや、もう本当に、いや、でもそんな気持ちは全然ないんですけどね。本当に私なんてまだまだ謙虚な気持ちで、やっぱ叩いてください。この今日は鼻を折られ時なんですか、伸ばし時なんですか。いや、今日はね、鼻をこう伸ばしていく、こうやっていこう。そうそうそう、まあ必殺技もあるんでね。何ですか。打たないっていう。あかんやん。おいとか、ね、天狗とか。お二人とも初めての A リーグ。うちはね、あの C から B になっただけど、全然リーグ戦一緒に出てるのに全然あのちょっとすれ違い通信で、うん、うちが一回落ちたんで、なるほどなるほど、その時上がってみたいな、上がったら一個上に上がって、なるほどなるほど。いつかね、そういう女流ジャン王戦の決勝とかで対戦する日が来るんでしょうかみたいなね、うんうん、まあ早ければ来年見れるんでね。
来年見れるの。そうなんです。早ければ来年。もっとすれ違わんかったら見れるな。うん、見れるね。なるほど。さあ、まあ、今回はなんかいろいろコメントも来ておりますが。ありがとうございます。リズムチーム、はい、でも調子いいじゃないですか。プラス 75.6、今首位ですよ。まあ、でも。何なんですか、そのハモってる感じ。いや、こんな点差の首位は別に。そう、別にそんなあんまね、うん、首位やと思わずに言った方がいいかなと。なんか縦長の展開とかやったらいろんなことね考えたりとかあるかもやけど、うん、こんぐらいやったらもう普通に打ってみたいな、うん、でも今回この首位やけど私は内容満足全然してないんで、うん、内容悪くてまあたまたまもらってるたまたまみたいな感じやから、はい、ちょっと一回ポイント伸ばして守れたらいいなみたいな感じかな、うん、なんかそういうほら不労所得というかお小遣いもらうの好きそうじゃないですか。お小遣い？どういう意味どういう意味？いやこうお小遣い。あ、お小遣いね。あ、内容悪いけど。これから自分で稼ぐで。そういうことな。自分で頑張って稼ぎます。はい、わかりました。それではリズムチーム、告知の方よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、どっちが打つんだっけ？あ、うちが打つ。あ、ゆりちゃん。すみません、それ聞くの忘れた。うん、あ、だってこうだから。これキープしなきゃだから。あ、そうかそうか。わかりました。よろしくお願いします。はい、ではリズムチーム、告知をよろしくお願いいたします。はい、麻雀クラブリズムは京橋駅から歩いて30秒のところにある三人打ち専門のお店です。皆様のおかげでですね、あの貸し宅のお客様がもう現在パンチクリーン状態でございます、うん、金曜日土曜日は予約してもらわないともう入れない状態になっております。でこれから年末になるので本当に多分あれ会社って普通休みあるんですか12月で年末休み年末だけ28ぐらいからもう休みなんですか、うん、もうそれとかもあの本当にお早めに予約してもらわないと、うん、もうダメな状態になっております。こちら06-4800-1515にお電話ください。そしてですね12月の1日ワンツーワンの日なんとこちらにいらっしゃる梶本さんが、はい、麻雀クラブリズムにゲスト来店していただきます。イエーイ、イエーイ。いや前回行った時、うん、ATM でしたね。あ、そうなんですか。いい感じで皆さんに展望ばらまく係でしたね、うんうんうん、しかも前回なぜかあの私の友達のお父さん、うんに私 LINE で送って、うん、ちょっと来てとかって、うん、なんかもう鳥のあの本当に地元なんでね私の、うんうんうん、もうほんまに身内とかいやお父さんって言うからあそうどういうお父さんなのかちょっと俺自分が想像しながらあ第二のお父さんがはい第二のお父さんよくないいや第三とかいっぱいパパおるからさ第二のパパが、はい、来るので多分次も来るんで、はい、見れますよ第二のお父さんそちらもお楽しみに、はい、本気出したらおかんも組んでおまそう一回来てんもうマージャンも打たずにあの、うん、ちょっとランチ食べに行こうって言ってジャンソー入ってきたやばいやろあいつまあそんなお兄さんのご家庭の様子も垣間見えるリズムぜひお越しいただければ、はい、ぜひお越しください。時間が12時からでしたっけ11時、21時ではい絶対同宅できます。はい、よろしくお待ちしております。じゃねー。はい、というわけで麻生さん、会場の方にご用意お願いします。麻生さん、3日後誕生日。え、そうなん？え、そう、今もうすぐ誕生日ってコメントあったから。12月3日ですか？11月18日。あ、え、3日後じゃないの？あ、去年。あ、11、18。11月18日。今日15だから、3日後。3日後誕生日です。おめでとうございます。はい、というわけで、本日の解説の皆さん、お越しいただければと思います。1回戦の解説よろしくお願いします。はい、3人、4人、はい、来ました。はい、大島さんと鳥居さんが解説、そして、メイン解説はサビンです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。サミラ君、朝です。今日は松浦さんもまた、あれ、また首なんか1回戦は来ないが定説になっている。薄いやん、ちょっと、はい、あいつもあのリーグ戦勝ち上がったこうなああ、昇級してましたね。そうそう、社長出勤っていうのを覚えてしまってやったな。ああ、なるほどね。はい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 。まあ、今クーポン買うのにちょっと忙しいんじゃないですか。あー、なるほどね、はい、この時期ね、年末は特にうるさい人ばっかやんけって言ってますよ言われてんねん、まあ、そんなにいいやつなんで1回戦1回戦もちょっとよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは準備できましたら対局スタートしてください。あ、最初のあれ譲ってあげんで、ウグイス。え、わからへん。どうしましょう。じゃあ次やってな、うんうんうん、それでは大阪一組東杯のスタートです。よろしくお願いします。こんな感じ。そんなかすれ声で言ってたっけ。セクシーやろ。ちなみにそこ、そこ音声が多分出てるっぽい。あ、本当だ。あ、見えた。今タッチしようとしたな。ん？あ、指さしたもう完全にスマホ用かと思うんだ。そっちの画面はね、なんかこっちはちょっと通信が安定してないな。見た方がいいかも。うん、こっちの方はコメント、そうですね。こっちの方はコメントは、あれ。なんかこっちのパソコンも止まって。あの、プレビューにした方がいい。
コメビュー。コメビュー。コメビュー。ネットワークエラー。やばい、なんか。やばい。いろいろまずい。あ、もう始まってもうた。はい、ドライピンの。はい。コメビュー。なんかいろいろ風評被害書いてあるけど、全部ね、全部違いますよ。風評被害なんですか？上は完全に向こうの風評被害ですよね。見えます？うん、はい、ドラが E ピンです。はい、ちーちゃが高橋、ふーあのカメラがちょっと見づらいな、はい、ドラドラ、あ、そう、ドラドラだ。しかもパーマン、なんか良さげな手ですが、うん、お、授業切って、おー、いいところ引いたな、高橋さん。高橋さん、親か。そうですね。で、ドラ周りのリャンピンを残してと。ハックは、まあ、とりあえず仕掛けはしなかったんですかね。うん、そうですね、1枚目孵化しましたね。まあまあ、ハックとペイなんで、最終シャンポン残ってもちょっと強いし、なんなら外していく感じですよね。そして麻生カンちゃんを引き入れました。そうそう、いいじゃないの。あれ、高橋さん、城出た時って官労層入る前ですよね。前です、うん、前ですね。だって余計泣きづらい、ね。形もちょっと悪いし、むしろ官労層入る前ぐらいの方が泣きやすいと。え、フワちゃんの手ってさ、染めたりせえへんの？普通にもメンツで。フーアさんはピンズが多いですね、うんうん、ピンズが8枚、8枚はちょっと染めにくいよ。染めづらい。まあ、ペンちゃん外してる間にピンズ寄ってきたら染めようかなみたいな、うんうん、秋田さんとかも10枚鎮逸理論とか言ってましたけど、10枚やったらなんかもうとりあえず、ね、特に考えずに染めてみても大丈夫、うん、あ、そうなんや。なんか染めるのってあれとかもない、ドライ色かどうかとかも、うん、それもありますよ ね。え、すぐこんなやったら染めちゃおう。まあ、しかもフーガさんのこの手の場合は染めなくても、まあ形的にはそこまで悪くはないんで。これどうします？しかも泣ける範囲が少ないですよね、現状。パーピン、ローピンぐらい、うんうん、飛んで少し考えましたけど、うん、こちらは安城です。安城さんちょっと微妙ですが、タイヤオに寄せていきましたね。うん、なんか難しかった。縦縦チートインしか見ない、うん、でもチートインにはせず、チーピン1枚切れで、まあまあチーピン切って次行ってすんな、9ピンがウピン切ってみたいな。さて、ここで高橋さんどうするか、リャンピンを切るかペイ、うん、ピンフではなく吐くか、吐くかドラかですね。吐くはやっぱ仕掛けるんですかね。もうこれ切ったら泣くんじゃないですか。おそらく次は泣くんじゃないですかね、多分。なんかもう両面ばっかりなんで、リッチもいけそうな雰囲気もね。なんかピンフ2歳だったら白落としてそうですね。そうですね、うん、まあ中間を取った感じですよね、うん、うちの麻生がおードラドラだけだ、ちょっとこうなるとチートイしとけって感じですな。使いづらくなった。ここがもう両面両面ですよ、ドラドラ両面両面ですよ。ほんまや、完全にシャテン。安牌を持とうとしてるんですかね、今ちょっと間があるのは。そうですね、うん、まあローピンも飛んでますし1枚、うん、ただまあ、ね、片割れがドアなんでなかなか、うんうん、リーピンあんこになってるね。リーチとかが最高だ。せーの、あ、引いた。あ、さあこれで行ってきます。スーパーソーピッチドラドラ、あの状況もなんか悪くなさそうですか。高橋さん以外は結構パラパラ来てる感じですね、うん、パーソーは良さそうかなってことは、うん、パーソーが2枚いってるか、うん、パーソー2枚いきで、ウーソーが1枚かな、うん、パーソー1枚じゃないの？パーソー2枚じゃない？あ、そうなんや。え、バニー1枚で、バニー1枚で手に1枚。あれ、誰かも使ってんやかった？あ、ゆりちゃんが使ってんのか。自分が使って、自分ですね。まず一発はありませんでした。おさあ、これで進みましたが、まあ、ハクの取り図として迂回してるんで、まだヤンシャンペンですね。いやな、パーソー引いてほしくないな。さて、安城さんは、ちょっとこの形では厳しい。三層数層取ってるんで、想像払いに行きました、ね。ふわちゃんもこれちょっと無理やん。ドラドラといえ、うん。ここがどうするか。パーピンは今通ってる。もうこの順目だとそこまで無理しないですかね。そうですね。まあ最後九層一枚勝負になる天敗ぐらいならっていう感じですかね。三ピンは通ってて。高橋ですね、はい、3ピンは通ってるんですよ。で現状多分リャンワンと9層ウーソーあたりが切りづらくて、うーん、9層1枚勝負ならぐらいですかね。やっぱりポエちゃんも筋の3枚切って、まあ、ウーソーあたりでカン。おシンドラはチマチマ乗れ。あ、1個乗った。これでマンガン確定。マンガン確消すから
はい、含まんところにしておきましょう。言いますからね、実際ね。どうするかですね。3ピンが通ってるんで安全に行くのは3ピンなんですが、結構遠いそうなので4ピン切ると目いっぱい、うんうん、まあ安全に行きましたね。テンパイは取れそうでしょうか。でも両腕もちょっとないのかな。でもテンパイは入る可能性があるが、うん、ユーパイソーってまだ2枚ある。これは3層は、まあ、数層が早いだけでちょっとまあ今3ピン打った形では切りづらいかな。そうなると3番、はい、通ってる現物ですね。これはあとは層が引けるかどうか。名前だってまだ嘘がだってすごくあるんじゃないですか。あ、すみません、嘘は1枚だったんです。1枚だったんですね、その嘘を。チーマン、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 ドラが1枚で、ドラ4、タネマン、リズもドラ4になりましたね。9層が乗って、はい、9層ウーピン、イピン、イピン、最高のスタートになりました、リズムチーム。はい、もう次もゆりちゃんに行ってもらおう。早い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 嫌やん。親子だった。何これ、あ、これ多分こっちとこっちが同じアカウントでやってて片方でしか見れるみたいになっちゃってる。そう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 。あ、じゃあこれコメントとか見れてないの。コメビューにした方が、コメビュー、コメビューってコメントビューはどれ、分からない、これも分からない。とりあえずちっちゃくして、これは違うんだよ。あ、これか、それどうやって、あ、これほっといたらなんかなるんじゃん。You are red をいいやんか。You are red。 ちょっと実況と解説お願いします。はい。というわけでトンの2曲です。親番が安城、うんうん、ドラは鳥居です。いや、失礼、フーアですかね。フーアが神様ですよ。はい、ほう、ちょっとこれ国士みたいな配配をね。あ、フーアの手配が国士みたい。え、でも6枚しかないからね。いかんかな。そうですね、これで下がめっちゃ厳しそうやな。あれどうやって上がるん。お、高橋さん、いいとこ来ましたね。いいじゃないですか、はい、いつ見えんで。野田がいいピン、うん、あれ、いいそう、いいそう。あ、ごめんなさい、いいそうですね。るいちゃんもいい、微妙。悪くはないけど、ね、悪いやろ。悪い悪い。親であんなんやりたくなくない。あ、親じゃないんか。いいとこ来ました。ツイシャンテン、安城がまずまずで、うん、まずまずやっぱり今一番いいのは麻生ですか。あ、失礼、麻生じゃない、麻生の次ですね。高橋ですね。ローピン、さてドライチあるんですが妥協せず、ウーソーにくっつけばまだいいと。こちらの麻生はなんであのパーマーチを置いてるんですかね。うん、あ、そうのパワーは一番左っこに置いてるんですよ。228299みたいな並びになってるんですけど、多分特に意味はないと思うんですけど、途中だったんですね。なくてではないですからね、こういうの。でもなんか8切りたいのかなと思って。うん、なんか橋の左にマンズの下がないっていう小賢しいリーパイですかね。ああいうのって気にします。技例えば左端の方からテンパイのパイが入って、はいはいはい、そこら辺を切ってリーチってちょっと気にします。あ、僕は結構気にします。うん、なんかすぐ騙されます。そう、なんかね、あの素直に手進めてる人のは一応見たりするんですけど。あ、ローマン、あ、これで今持ってると思わせる。あ、でもこれでちょっと3色見えてきましたね。あ、しかしここでテンパイが入りました。サブロッソーマチ、リチピンフドラ、チューメイトやで、頑張れ。さて、イーピン現物切ってイーシャンテでしたかね、今。うん、アンジョもね、はい、良くなりましたよ。サブロッソーとでアンバン、E1、まあこれは無理しないでしょう。Q1 がまだションパイなんで、ローワン切るかな。ローピン、あ、ローピンが現物だ。とりあえずローピン。さあ一発目。一発。サブロッソ何枚あんの？サブロッソは手の中に1、2、3、4、うん、結構ある？もしや。ていうことはバニー、ナインで4枚残り。今3層吸収された、うん、あ、そうですか。じゃああと3枚ですね。3枚か。あ、そうは、まあ初も完全安牌なんですが、形を残すかどうかですね。3ピン、3ピンは今もうやめ。3ピンは今通ったんですか。現物、はい、通ったんですね。チーソーは通っていない。ここで引く、シャンピン勝負。うん、まあ親ですからね、安城も。なるほど、押し返す気。もうすぐ引きます。リーマンが重なりましたが、そうは両ピンは通ってない。ただウーピンが、まあ、今イーピン切りなんで、あ、イーピン、あ、ウーピン通ったんで筋ですけど、まあシャンポンもあるんで、うん、イーピン切り位置で、はい、そうですね。でしかも3ピンも場に3枚入れてるんで、うんうん、
一品持った理由が何かって考える。やっぱり。サブロッソ、サブロッソ対決。おなてんややばい。つもやまにいてくれないとこれは困る。ふわわかもて中。あ、これで、あ、そう、残しておいたハツがいきましたね。両者現物。なるほど。うん、だ3品3品とか言ってる人もおるかい。あ、でも3品は筋なんか、うん。そうですね。まあ、安城さんが押してるのを見て、うんうん、先に同案処理しといた方が良かったですね。うんうん、えらい。ローソーここに入りました。これ誰かが振った時にありやねんな。高橋さんの勝ちなんか。誰かが振るとそうですね。まあ、サブロッソ選ばれることさすがなさそうですけどね。いや、つまみ間違いとかね。それはたまにある。人間だもの。だって人間だもの。もうあと1枚ですか？え、そう？え、もう？え、あと2枚じゃなくて？あと2枚。1、2、3、4、5、6、まあ、入れてないから、あと2枚ですね。なくなった。1枚になりました。あと1枚。1、2、3、4、5、6、7、ラス1。今フワちゃんが吸収したんで。フワちゃんがで困ってる？困ってそうですか？人間だもの、ここで。人間だもの。ヤンワン。ギャンワン、親の現物、あ、親じゃないか。先制リーチの現物ですね。もうそれぐらい困ってそうですね。ローピンとかもあるんですけどね。ローピンはやっぱ切りづらいんかな。まあ、ローキューピンが残ってますね、親に。はい、ローキューピンはもう残ってますね。あ、親なんや、違う。はい、安城さんが親で。ルーピンはどうっていう。さあ、うん、確かに、フーアさんは何もないな。うん、厳しい。いや、よし。何かあるか？切れそうなやつ。シャンもいける。次目つぶってイーマン行くぐらいワンチャンスやつって。まだ増えない。入れるか。なんか増えないけどサブロソーマン選ばなさそうですかね。まあそうですね、選ばれることはなさそうですけども。本人はもう嫌で嫌でしょうがないですね。嫌やろな、こんなちょっともうかわいそうに。さあラスイッチ引けるか安城。うえあ、なくなり。さて今ローワンが通って筋の3番ですか、うん、はい、これで両方空手、うん、悲しいな。なんか麻生のマンズがなんかすごいことになってましたね。うわさん、また安牌ない最初。かわいそう、リャンゾーは通ってるから一番、ね、はい、はい、2人転牌です。すごいな、あんなに吸収するとは。リーチ5、4枚吸収する。これからはもうダイソン風和と名付けましょう。サブロッソ風和さん。実際リーパイってどこまですればいいっていうのが出てます。まあその対局の趣旨にもよるとは思うんですけど、うん、まあ、僕は結構そこまでカッチリしなくていい派なんですけども、人によって違いますよね、うん、その辺は解釈が。なんかこれは親がとりあえず一回ちゃんとリーパイしてから切ってほしいっていう。そうですね、そうですね、まず、うん、まあ、あの相手に手配推測されるほどのリーパイは僕はしなくてもいいとは思ってるんですけど、うんうん、まあ、ただした方がやっぱり視聴者には見やすいですし、まあ、特に麻雀始めたばっかりの人って本当に牌の図柄もわからない方とかは上下揃えてあげないと見づらいんですよ、すごい、うん、頭の中に入ってこないっていうかね、はいはい、でしかも牌なんか牌の種類もまだ分かってない状態で、あれこれこんな形だっけってなったりして、うん、例えばまあチーソーが逆に置いてあったりして、そういうこともあるんで、うん、うちのお姉ちゃん、チーソー逆が正しいと思ってた。そうそうそう、そういうことがあるんですよね。なんか駒みたいな形になるわけですね。駒、うんうん、みたいな。ドラがパーソーですね。この2曲の1本場、リボが2本。拾いに行こう。大井さん、大井さんとかも、そのリャンゾーの上下も揃えてますとか言ってました。ほんとかよと思って。リャンゾーの上下、リャンゾーの上下、まあ、一応ありますか。実はそういう上下あるんですよ。E ピンもよく見たらありますよね。E ピンはメーカーに寄すんじゃないか。ふわちゃん、役配、トイツ、トイツ。2組ね。うん、はい。ね、マンズが多いですね。うん、これは染める ?2 役あるとき染めるっていうことが、うん、まあまあ染めに向かいつつでいいと思いますよ。リアンソン酸素も落としちゃう。ツモ次第では普通に上がった方がいいですけど。うん、あ、そうなんや。マンズ伸びるようなら。え、それは教託2本落ちてるから。教託2本落ちてるから。あ、なるほどね。なんか朝ピンの勉強会の時に昔ヤクヤクあったら染めるかトイトイするかみたいな。まあ、絶対するわけじゃなくて、まあまあ相当意識は置いた方がいいですけど。あ、絶対じゃないや。絶対ではない。忠実に守ってなんかすごいところから絶対ではない。いやでもそのぐらいの意識は持っとった方がいいです。一回デキメンツぶっ壊したからな。行きますみたいな。まあ、特にそのドラが使いにくい時とかね、うんうん、なるほど。安城が初をポンして、そこからトンが出て風和が動く、うんうん、いいシャンテン、いいシャンテンでしたね。
どっちかが強卓取ってさあ、ドアのパースを高橋が引いて、これでイーランでジャンと固定か。リアシャンテン感情くっつきのイーシャンテン、うん、風和はドラ引いた、もう今さっき、うん、まあドラよりヤンワンの方が大事ですからね、うん、ただまあ G1 とか引いた時はイース外かもとか、うん、多分取りそうですよね、うん、先にリャンマンにひっついた時だけ、これでどちらに受けるか、まあシャンポンですよね、うん、普通は、はい、でスーマンとかリャンマン引いたら両面に、おここでもう本質いきましたよ、きましたね、まあ右腕は相当嬉しい浮き牌引いたんで、うん、それで決めた感じですね、今日は米今見れてる状態ですよ、見てますよ、あなたを見てますよ、まあ、喋ったけどもこれはさすがにしょうがないですもん、いたしたたないでやつですね、いたしたたないで、これはこれは分からないですけど、いやもういたしたたないですわ、麻生さんがキューピン、このキューピンはまあただ一旦は使えますね、ペペえペーチャちゃうやろ、ペーチャではないですか、なんちゃリズムはシャーチャですね、シャーチャでペン2枚飛びか、うん、使えますしね、G1 いいとこ引いた、めっちゃ嬉しいやん、さあこれで本一の一シャンテン、ただナンはどうします、何ポンで短期取りますか、え取るじゃないですか、漫画になるんで、漫画になって相手は取っちゃうんですけど、いやもう全然取っていいと思いますよ、いいすか、はい、取って、まあ、一旦リャンワン短期するのが危ないんですけどね、うんうん、3ワンで固定しちゃうよりも、うんうんうん、その方がサブドッキーワン引いたりとか、おしかし高橋これでテンパイ、よっしゃー、スッチソー、スッチソーは場に3枚、うん、結構切れてますが、それでも面ピンドライチですからね、うんうん、うわこれは一発で、いきなり厳しい、ただもう安牌がないんで行った方がいいですね、これはもう目つぶって、チーソも3枚見えてますし、いや他の人に想像さ超安いけどさ、うん、おー偉い、お仕返した、他に切れる牌ないですからね、うん、すごい偉い、中途半端にめっちゃ降りて欲しかったな、中途半端にキューピンとか切るよりは、うん、こっちの方がいいと思います、偉い、キューピン選びそう人まあまあ多いんじゃないですか、でも弱気になって、うん、なんか弱気になって余計危ない牌打ってるだけですからね、パソとキューピンでさすがに当たりやすいな、キューピンの方だ、ね、あ、1までついたで、うん、あ、お取らず、うん、ウーマンがあれなんだ、ウーマンがちょっと危なすぎますね、確かに、で、E1 が現物、じゃあ、まあいざとなったらもうあれなんなんて落としていくこともあるんですかね、うん、どうなんですかね、うん、パーワン、まあ通ってないですからね、これでも、なんていいかもしれないですね、もうリャンマン切ると刺さっちゃう、うん、はい、そういうことですね、リャンマンは刺さらないんじゃないか、え、シャボの人いませんっけ、いない、あ、3ワン、3ワン、うん、まああれも安城さんもドラ一発で押してるんで、さすがに2人にウワンどっちかドンって言われそうですしね、そんなに降りるのも悪くないと思います、ローピンで手が止まりました、そうそうは両方にとってるチーピンと、どこにも行ってないスッチーソー、じゃあ3枚生きたまんまですね、引いて、あ、テンパあった、テンパリャンマンパーマン、9万切ればパーマン切ったらパーマンが通ってる、あ、じゃあスッチーマンに行きますね、スッチーマン復活です、すごい丁寧に対応した結果、そうですね、ねえ、うん、いいじゃないの、あ、うちのゆり子が困っているよ、うん、ない、ないどうしよう、ゆり子さんはゆり子さんどうしましょう、ゆり子さんは切るものが、ね、親も言ってるん明確やん、だってドラバン言ってさ、そうで、あれ、出れたっけ、ふわちゃんはもう対応してるように見えるやん、こっそりテンパやけどさ、うんうん、なんなん言って、現物バーマン言ってやから、うん、3ピンつもぎりました、入り目やぞ3ピンまああのチーピンチーピンギリーチなんで、うんうん、単純なサブドーピンが少ないっていう読みですね、スッチソー引かない、んでも1ピン先切ってるか数ピン持ってるとして、いやそれは持ってるかどうかは限らない、いや持ってんねんでもそれも2差しとかで持ってたり、まああのリャンピン受けがあったりとかそういうことあるんですけど、うんうん、あでもリャンピンが結構つかないやばい、まだ3枚いますよ、え、まだ、うん、これ来たでしょ、いない、あとツモは1回配定ツモがあるんですね、お、安城さんもこらえた、さあ風和さんも耐えた、耐えた、ローソー行ったな、そう、あと1個やのにそれが配定、おー山さん、そういうことですね、怖い、表示牌にあるから山にだったのかな、1、あ2、はいはい、3、そうですね、2枚のうち
いやでも麻生さんが3000点払うことになった、うん、ああね、羽マンで先行した、うん、まあ、積もられるよりはここや。これで供託が3本になりました、うん、トーン2曲の日本馬あれ取ったらチャラやからあれあれってあれですね、青いやつですね。そうですね、青い棒、みんながこう貯めてったやつをうちの麻生がかっぱらうっていう、ありがとうみんなって。いや、うちも親かぶりした分3000点ああるんか。あるんです。そっかそっか。でもゆりちゃん誕生日やからもうすぐでも3年6年の誕生日とも。いやそれはまだ前菜みたいな。前菜って前菜やな。でもふわちゃんが今のすごい良かったよね、うん、なんかそうですね、ウーアンはちょっとまあ相当危ないんで、あの時はそう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 、はい、まあそこでテンパイ通る人もいっぱいいると思いますけど、いっぱいいると思いますけど、うん、教託も日本であれはあれでいいですね、うん、そう親がパーサーとか言ってんかったら違ったかな。それは押してたような気もしますし、うん、すごい点ね。今回ワンジョーがドラドラ、お、え、チーピンなんですよね、ドラ。チドラチーピン。今でもフワさんは人数の染めていけそうな、麻生、うん、はなんか形で染めそうだけどどうだろう。とりあえずなんか聞きましたね。高橋もね、大室も中和、うん、みんなまずまずですね。ほんまや、どれどれ。あ、でも白もちもち、白が、いや、もちもち。あ、そうなんや。安城が1枚持ってるって感じですね。あ、1枚、あれ、はい、あ、そうか、るいちゃんチュンか、これですね、うん、はい。この白って泣くんかな、クワちゃん。3本あるし、泣いてもよくない、うん、もう想像泣いた方がいいですね、これは、うん。お、想像ザクザク引いてくる麻生。想像の山掘り当てろ。おー、そろそろめっちゃ嬉しい、まだ出ない、超嬉しい。でも結構白出たタイミングはもうテンパ近いんじゃないですか、うん、あ、ね、やったらなんか泣かなさそう。リーチって言われたと同時にリリースってこと。リーチって言われたら泣けないですけど ね、なかなか、うん、でも次リーチのイーシャンテン段階で出そうなんですけどね、うん、次あたり出そうですね、リーチで進んだ時に、うんうん、お、おー、いいじゃないの。ここでペーペー、うん、いいですね、うん、はい、こいつ通り。高橋も、うん、高橋さんはちょっとターツ選択ですね、すでに。どうするかな。ゴロチ？これは結構難しいですね。何切ります？ 9-1 リャンピンあたりが無難ではあるんです。リャンカンとかもあるんですか、三層切って。三層切るとただリャンピンが死んじゃうんですよね、瞬間。リャンピンが一応全部の牌はいきますね。はい、えらい、正解、正解です。おお、白はまだ出ない。これで天敗陣出ることになりますね。おお、こっちも完全にシャンテンですが、もうかなりごめんなさい、完全じゃないけど数ワン切ってカウンワンの受けは残さなかったですね。ひっそりとソーズばっか引いてる、うん、そうですね、ソーズの山掘り当てた、うん。あー、もちもちでくらー、嘘か、嘘嘘ですよね。まあ、ローピンチンピンっていけないんで、ドラがチンピンなだけに嘘嘘になりますよね。泣けんくなった、フワちゃん。これウーパーピンチンからもいけます。ウーパーピンチンからは役配バック、ここはもったいない。ちょっと、麻生もすごいですよ。行きたくないですけどね。麻生の想像の形もかなりね、繋がってるんで。いや、ほんまにもう早く想像、うん、でもこれ想像に染まりきってまうとこの後も全部ね、これ、あ、そうか、泣けないですね、うん、僕はウッパーピンから泣くけど、実際泣く人は少なそうだ、ね、あ、そうなんや。これ3600点落ちてますからね。ローマンとか行くんじゃないですか、これ、うん、これでローマンですね、はい、うん、こうするとピンズ伸びた時にもうちょっといい形になります。おー、来たわ、来たわ、やばい、チンの方に、シャンテン、チンの方に行きました、チンシャンテン。ウソを引くと一番いいんですかね。でも嘘がね、ないんですよね。イス、チソ、嘘ない。そうなんですよ、私形に弱いんで。バニ2枚の手の内あ、でも嘘がこれでそう、目に見えてもなくなった。あ、スーソポン、スーソポンしない。アソスーソポンするとスーチャソ、スーチャソロソか、ロソ、うん、いや全然悪くなかったんですけど、 あれこれでチンテン、テンパイ、テンパイ、ウーパーソー、ウーパーソーイーソー、ウーパーソーイーソー、パーソーイーソー、ウソがないから。そうですね、パーソーイーソーで、イーソーが1枚。あ、また、フワさんイースーソー。あー、わ、結局ハッツあれになったんや、すごいな。積もってまえ、積もってまえってあるん、うん、っていうか、こういう時めっちゃ手見ますよね。イーソーがとりあえず川に1枚入れて1枚ありますが、わー、チューアンコった、パーソーも1枚ある、チューアンコ、ウッパーピアン掴んだ。あ、これで、安城の上がり、チュンドラドラ、いやん、9600、はい、イワ1200、1200は13200、でかい、あの3点もね、もらえるし、なんかすごい、うん、いっぱいいろいろあった、うん、なんか一瞬でいろいろありましたね、うんうん、
じゃあ安城さんのウーソーウーソーが素晴らしいことになってた、うん、逆にチュンがね、うん、深かったんで、うん、この高い上がりになりましたね。リーチしてれば一発でしたけど、まあ安城さんもともと訓読の手なんで9600ですし、うんうん、リーチしてもそこまで、まあ、2400点だけ上がることが多いんで、うん、のトップ目になっている、はい、37400になって、これ3ボンバー。そしてポテト3のフーアが今ラス目になったんですね。フーアちゃん今じゃん打ってんのに、ね、うん、今の曲も良かったですね、うん、むしろ麻生はスーソポンしようと思ってますね、うん、まあでもさ、スーソポンしてのそのチャッソも飛んでるか、まあ、ローソーは狙い目やん。ローソーだけ自分で2枚使ってる、まあ、でもスーチソドーソーでもまあ十分ですけどね、うん、自分で1枚、うん、まあ、スーソーも1枚あるし、チーソーも全部はなくなってなかったんじゃないかな。さすがに3枚飛びではなかったはず、うん、え、自分で1枚のバニー2枚でしょ、うん、え、そんなに言ってました、はい、そんなに言ってた。あ、じゃあチーソーないんか、うん、チーソーがあって、あって1枚あ、さあ高橋ハイパーチートイーシャンテン、チートイーシャンテンだ。こういう時3万から切りたくないですか。もう決めてダメですか。皮がいいじゃないですか、まあ、しかもドラヘオじゃない金品ですよ。いいじゃないですか。あ、そっか、ドラヘオか。お、シュワンコ、イシャンテン、いや、スーワンコですけどね。お、ここか、シュワンコ、シュワンコ、シュワンコやん、これ来た、ほら、言ったじゃないですか。あ、私今月めっちゃ役も上がってんねん。私上がられてるんですよ。あ、そうや、あ、アサミンから第3弦上がったわ、すいません。来た、これはスーワンコ行ってほしい、うん、天皇とかも上がったからな、生まれて初めて。あ、言ってましたね。そうそうそう、3万にしてもすごいな。そう、3万やねんけど、私去年2回天皇上がられてるんで、1ヶ月でね。なんかやられまくってるじゃないですか。ヤクマンの秋です。ヤクマンの秋、秋なんですね。食欲の秋みたいに言わんとで、ね、で、麻生さんインシャンテンですね。これどうします。これはとりあえず嘘でも切ってみますか。ちょっと6チッパ、まあもう今ここで完成。おーい、インシャンテンキープ。嘘を引いて、マリちゃん3ピンチしての、まあでもそれ嘘で切りでもできますもんね。多いじゃなかった、ごめんなさい。チーファンはいいわ、チーファンはいいです、全然。ソズの伸びとピンズの、ああ、はい、なるほど。すいません、多いじゃなかった。まあじゃあ、うん、あ、そっか、あ、そう切ったわと感じがしてました。まあこれで達選択ですが、伸びのあるこのソズの方しましたね、うん、さあ高橋ローピン引き、もにょもにょ先に引っ掛けとくか。急走切りそう。でも一応チートイニーシャンテンなんですよね、うん、そうですね。お、一等や、一等、うん、お、安城さんいい形になりました。ダブトン、ラブトンか一通かみたいな、泣けなかったんですかね、ダブトン。あ、ダブトン出てるけど、うん、あんまやね、泣かなかったのかもしれないですね、ちょっと、うん、すいません、置いてなかったな。ドクティッパ、いけ、いけちゃう、ここちゃうわ。これでもドラを離しました。いけ、チーワン切ってるしな、しかも自分で、まあ、一旦のワンお返りした牌を残してる感じですが、はい、なったら嬉しいな。あれローマン切らないんですか、もうチーワン切ってる、まあ、うっかりチーワン引き戻した時にパワーン切りたいんですよ、ね、あ、なるほど。前節南宗さんはすごいお返りがあったんで。あ、そうなんや。そうなんです、二差しのお返りがすごく。それが多分よぎってるんかな。多分。さあ、イーピンがこれで場に3枚、9万切る、やだ、ガーリアンピン、うん、安城インシャンテン、お、ローピンで、まあ、リャンワンが無難ですか、うん、9ワン、9ワンっていくのもあれですけど、まあ、リャンワン行ってからでもさそうですよね、うん、はい、これでインシャンテン、9ピン、うん、ここら辺で安牌と入れ替えましたね、うん、あ、このローマンをポンしました、高橋、トイトイに向かいます。高橋はペーチャです。3ピンチーピン数層、まあ、3ピンチーピンは悪くはなさそうですが、ドラが1ピンやけど安いしな、うん、3ピンチーピンはなんとかなるかもしれないですね。フワちゃんが単品に行った、これもチーしない、うん、まあ、安城さんはトンがやっぱり、うんうん、まあ、3層内手の1通よりは、うん、もうダブトンポン、ダブトンポンかリーチ、面前でリーチかの、あ、これで一層切ってリーチですね、うん、おそらく。ピャンソーもなんか良さそうじゃないですか、ピャンソーも、はい、おそろそろリーチ、
で、このリアン層結構うさんくさいリアン層みたいな思っちゃうんないし。どういうことですか？三層見えてるけど誰かは。いや、このあの他の二人は全然わかんないじゃないですか。あ、掴んでしまった。いや、いやだ。言いそうぎりし、まあ打たないんじゃないですか。ただ何着るんでしょう。まあなん、なんですよね、おそらくは、うん、打たないのはなんですね、うん、はい、うん、一発つもありませんでした。トイトイダッシュの定義、定義って違うんですか。トイトイダッシュは多分、まあ、ダッシュ、ね、4トイツ未満からの未満、まあまあ遠い仕掛けみたいな感じでしょ、はい、ダッシュっていうのはトイトイの、まあ、最悪短期になるかもしれないトイトイで。ああ、裸短期トイトイ、そうはいいシャンテン、まだ転廃しないんですけど、3層勝負することあるんですかね。フーアさんがなかなかいい手にはなってるんだが、こっちも9万がまだ通ってない。ウーマン来てない、チャーナライオン、はい、引きました。ピンは大丈夫ですね。あとはトンがね、どこに行くかどうか、はい、トン積もるとでかいですね。あー、来た来た、これはちょっと1枚飛びだが、1枚で、これ、安牌はのピン、ウーピン、安牌はあるんですが、ちょっと失点取り返そうと前のめると刺さりますね。しかも1枚ゲーなんで、打っちゃうかもしれないな。安牌は1枚しかないの？あ、2枚あるな。安牌はいっぱいあります。で、この順目やろ。で、そうですね、順目考えると置いた方が良さそうですけど、あ、やめましたね。偉い2つあるので、もうやめろと。数層は遅かった。なんか難しい漢字書いてあるけど、これは僕も読めないな。え、かまどじゃないの？え、かまどじゃないの？かまどなんですか、これ。すげえ、かまど、かまどって読むだし、いや、わかんない、適当です。なんか亀みたいな字、うん、ゼニガメみたいな字、かまどちょうらしいで。あ、すっぽんやった。なんだ。すっぽんだった。カジモスさん。カメに似てるからすっぽんなの。すごい。すっぽんって変換できるんや。かまどはかまど。お前テンパってる。お、カンローマン。うわーし、このテンパイ量は美味しいっすよ。さあ、麻生がテンパりました。感動ワン。うまくね、テンパイ量取れましたね。はい、ローマン、カンローマンって切ってるし、みたいな。振り点だったんですね、実は。まあ、安牌なくてうまい具合に点牌取れた感じですね、うん、今。さあ、しかし安城のこれ連チャン続きますね。うん、そろそろでも疲れちゃったかな。疲れる？連チャンして疲れるとかあるんですか？いや、もう願望としてね。ちょっと疲れてもらおうかな。交代してもらおうかな。何情報か知らんけど、全く付き合ってないです。あれや、あれですよ。上位2位が今ワンツーですわ。困った困った。ああ、これは困った。安城面白いハイパイじゃないですか。ローピンとローワン、ローピンアンコウ、え、シュワンコウですね。ドラが初、あかん、親シュワンコウ聞いてない。そこまではちょっとね、なんか一アンコウ、そういうやめあるし、一アンコウ一トイツ残らすアンコウ。お、一等か。一面ツアーありました。ハーツ持ってる人は、高橋が1枚だけ、高橋さんに1枚だけですかね。お、二トイツ、はい、シュワンコです。お、シャンショップならんは、いいぞ、切りましたね。でもカンウーマン引き受けて、タンヤオですね、うん、タンヤオ、麻生タンヤオですか。はい、あれ、あれ、お、ほら。これ3品、この前段階ぐらいからダッシュするのトイトイダッシュですか。あ、そうなん。え、もうあれで行くことをトイトイダッシュって言うの。これで行ったらトイトイダッシュって言ってもいいですね。今9万重なってから、まあ、はい、最悪短期になるかもしれないし、まだ形決まってないんで。しかしこれ両面できましたね。もうなんか面前リーチで押しそうですね。落ち着いた。お、コロウソ残してるのは誰の嘘ですか。フーアちゃん、ローソーは、ローソー、ローソー残して9ピン切ってる。そうなんですよ。まあ両面タート欲しいんだと思いますけどね、うんうん、なるほど、受けただけなんで、こういうのが嬉しい。天才なのか、イワンさん、イワンさん、おお、いいですね。おお、まあ、ちょっとイーソー切ってますけど、そうはいいシャンテン、はい、高
あ、ちょっとタイヤが見えてきましたけど、初のね、そう、こういうのが中途半端な一枚いらんよね。そうですね、初切り出しにくいぐらいの、おっと、缶ですか。四畳杯ないんで缶してもいいですけども、ちょっと遠いで、無難に行くならパーソーですね、一枚飛んでる。でもなんかまだ選べんくない。三ワンコもあるし、はい、さあ缶攻撃的に行きました、チュン、チュンは場に出てますか。出てますね、チュンは場に2枚出てる。あ、それでこれで麻生がテンパイですね。スーピンリャンゾーかわしに来ましたね。はい、リャンソーがどうでしょう、これ高橋のリャンソー。どれがローピンから、おピーほら、さあどっち、さあどっち、パーソーが1枚飛び、6球層2枚飛び、スッチワンは1枚飛び、麻生なんかちょっと早くそうな、麻生に当たりそうなのはウーワンですけどね、うんうん、どっちかっていうとノー、ウーワンの方切りましたね。3アンコイシャンテン、ローピン完されたんでちょっとフーアは厳しい。え、3アンコイシャンテン、3アンコイシャンテン、はい、ってことは数アンコのヤンシャンテ ンだよ。2アンコ短期、ノーワンが山にない、ないんや、ノーワンはないですね。あ、これでもリーチじゃないですか。これで3アンコ一応役割ですが、どうするかな。え、役割ない、役割、あ、ごめんなさい、3アンコじゃなかった、で、リーチですね、リーチでした、うん、リーチでした、ごめんなさい。 E ピンが場に1枚なので、 E ピン、あ、ここに来ましたね。ちょっと薄めか、スーピンが薄ない。さあ、麻生は全力でかわしに行って、あ、テンパイですが、どこまでいけるかな。高橋はニャンマンの統一落としに出ましたね。あ、そう、どこまで粘れるかですよね。そうですね、うん、まあ現状安牌ないんでしばらく行くしかないんですが、キャンソーとスーピンは高橋が1枚ずつ、嘘、これで筋のリャンソーの出がちょっとだけ期待できるか。それかリャンソーで降りちゃいますか。完全に降りてるとリャンソーもそうそう選ばれなさそうですけどね。うん、風がちょっとなんか復活、復活の兆しがありますよね。ただ2ピンが捕まっちゃってるんですね、あ、風がちゃん、風がちゃん、そうなんや。高橋もちょっと切る場合に困ってるか、数ワンがでも通りますね。ノーピンの壁というか現物でしたね、パーピンは。ほう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 、チーピンはまあ打てそうですけど、イースピン、麻生がそろそろ安牌増えてきたんですよ、この辺でどうするか。やめろやめろ、おお、うん、ちょっと気持ち悪い3ピンですけど、行きましたね。リャンピンがね、現物なんで、はい、あるんですけど、そうすると宝珠、うん、まあ、リャンピンも結構飛んでますし、そこまで魅力はない、はい、イースーピンの方がさすがに3ピンより危ないでしょう、うん、とは現物ニヤマ、イースーピンニヤマ、ドキドキしてきた、どうしたんですか。お腹空きました。あれ、リャンソーって1枚あるんですよね。リャンソー1枚ありますね。あるんですよね。イースーピンも1枚になった、うん、のようですね。1枚あるんや。あ、当たった、おー、耐えました。でかい、タイヤを300、500の4本場、リボーも2本、川下さんがだいぶでかい、リボーもあるんで、トップ逆転まで行きましたね、うん、はい、何気に点数自体もまあまあ大きいですからね、うんうんうん、これ今なんかローピンアンカンの後ろに隠れてますけど、先点もほんまや、ちょっとちょっと、ルイちゃんさあ、これで、親が流れました。トンの3曲、親番が風です。え、またトンの3曲なほんや、そうなんですよ、4本番までね、だいぶ積んでましたからね。感覚ラス前ぐらいやってんけど、はい、それは、はい、フワちゃん、ここで挽回したいね。可愛い子3人いる、梶本さん、可愛い子の1人に入ってます。あ、僕ボーイでふむふむ、お、フワでもいいじゃないですか、なんか良さそう、後輩パイ、かなり良さそうに見えますが、うん、ドラが9-1ですよ。え、めっちゃいいやん、なんかもうターツだらけですね、すでに6ブロックあるんじゃないかな。もうカンパッソは嫌ってもいいよぐらいの、ね、ペー切ってカンパッソを払ってリーチですね、はい、したペー、はい、うーん、さあ、しかし麻生もいいじゃないですか、1メンツ初の
高いかどうかはね、ちょっと難しいところですけど、かわすには結構速度のある、うん、ハイパイでもかわすんじゃないですか。安城はそうですか、うん、これ発想が5枚あります。まあ一番いいのはやっぱ風はうちそこから行きましたよ。もうカンパスを切りましたね、うん、そして麻生も早い手配、高橋がちょっとねえずっと苦しいですね、ゼロメンツ、うん、さあとりあえずジオを溜め込みますか。うん、本一屋さんでも溜めないしない、しかも親源を切ったのか。そうですね、まあ自家製で、うん、1枚家のジオを切りましたね。やる気満々ってことかな、重ねにいってるのかな。なるほど。夕刊富士は時間制限ないですよ。はい、だからもうこっからね、もう明日の朝までっていうのも全然まあありえんことはないよね。まあ物理的にはないでしょ。え一応夕刊富士で一応かけてもいいっすよ。夕刊富士でマックス何時間があるんですか、1半ちゃんで。いやあのでも2時間はありそうです。たまたま昨日も2時間ゲームあったと思うんですよね、うん、2時間ぐらい経ってたと思うんですよね、2戦目が。でも長くて2時間なんかな。うん、何でしたっけ、麻雀放浪記でしたっけ、なんかあの、うん、異常な本場の共一曲52本場ですか。え何え、それ実際に起こったの。いやいや、お話ですよ。あ、そうなんや。超有名な共一曲52本場っていうやつがある。転送申告分からへんようになるな。っていうかどうするん、積み棒って足りるん、宅外からでやるん。いやもうひとすら52本張ってリーボーみたいなやつを5000点と200点出すしかない。もう教託とか分からへんようになるよ。さあさあそんなくだらん話はやめて、はい、誰が最初に振ったん。自分や。確かに3時間っていうのは僕今まで見て最長でしたね。さあふわさんこれドラを引いて超高計、他がちょっと麻生が、うん、麻生はまあしばらくこの形のままですね。でもうちょっとしたらるいちゃんが起きるんじゃない、どうなんですかね。なんかちょっと形うん、なんか思ったように手伸びなかったんでどうするかなって、あ今から溜め込む、最初はフラットになんか地域ってってみたいなってことかな、かな、こっからですよ、切るなら今っつって。でも上がれなさそうじゃないですか。えでも白とこ置いときたいやん、やっぱうん、チュン切ったから、まあ、とりあえずでもあ、まあ、中2枚入れましたよ、イースピ ピン、はい、綺麗なピン風。このリーチに立ち向かえる人は麻生は現物のスースを紡ぎ、高橋もちょっといけないでしょう。高橋さん苦しいですね、安城さんもっと苦しいですね。この麻生が麻生のやる気スイッチ次第ですね。まあただ麻生でもリャンマーサンワン、そうですね、リャンマーサンワンが通ってないんでなかなか厳しいですね。ということは一人旅、あでも高橋がいいじゃんね。お次は二人のターン。イスピンは何枚あるん。さあ麻生一旦イシャンテンには取れましたが、あ先輩だが、先輩ですが D のみ換算品ですよこれ。しかもサブドワンも危ない、リャンピンスーピンも取ってない。で現物が今のところヤンゾーしかないのかな。え、チャッソもある、チッソもチャッソもある、うん、おリャンピンなんと5枚いる。これ反撃する気、反撃する気のリャンピンです。そうですよね、イスーピン5枚ですよ。イスーピン5枚、多分5枚いる。そうですね、マウンテン5って書いてますからね、コメントで。あ、そういう意味ないや、マウンテン反撃続きのリャンピンですけども、あかん、結局マンズもリャンワン切ってるんで不意手になりそうなんですよね。あでもこれスーピン、あチーピン切るんならスーピンの方が良かったじゃないですか、まあ、パーピンがもう自分も切っててバサンなんで、うんうん、まあうっかりサブローピンになるかもしれないですね、ウッピン引いて。ああなるほどね。しかもまあスーピンの方がちょっとだけ危ないし、まあちょっとこの役なしプッシュがどうなるかですが、これで役なしプッシュスーピン、しかしこれが乗らない、やめた、ドライチこれはでかい、メンタンピンドライチ、あメンピンドライチ、はい、メンピンドラドラか、はい、おやおや、1万2000点の上がりになりました。はい、よちよちしてあげる、大暴しましたね。大暴しましたね、なんか意外、うん、ちょっと意外でしたけど、うん、ああいうの押さへんかなって思ってた、数値ピンないしみたいな、まあ、むしろああやって押すぐらいだったらもう本当ちょっと不格好は不格好ですけど、換算ピンでリーチしちゃってもよかったかなって思いますよね。ああなるほどね、うん、
ただまあ打点と形に見合わないから、うん、見合う形まで仕上げたかったんでしょうね、うん、裏ドラローピンやったしね。あ、ウーピンやったっけ。ローピンやった。ローピンやな。ドラドラやったな。振り点になって多分見合う転配がしなさそうだったのがちょっと、ね、うん、マンズ伸びないとダメっぽかったですもんね、はい、マンズが伸びたら絶対振り点なんですよね、うん、あ、はい、じゃあ、じゃあ結構厳しい、はい、うん、そっか、なるほど。さあトン三曲一本場でドラが初が統一高橋。お、来た来た、いかった、私のターン。ただ泣けるかどうか。あ、安城さんがシャアアンコですが、高杖のアンコ、ゴドチの三色とかがいいかもしれないですね。いいですね。あそこは一通も見える、うん、一通も見える、うんうん、お、ピンズちょっと染めますか。ちょっと1万2千なくなっちゃったんで染めちゃってください。染めちゃいますか。風はでもこれでトン、あ、初いった、これ泣けた泣けた、思ったよりすぐ泣けたみたいな、うん、これで取り替えます。まあ、なら染めなくていいかなみたいな。何キロとりあえず、あ、パソ、一応ちょっと、はい、意識あるんや、うん、やっぱり今の失点が、ね、まあ、取り返したいっていうのがでかいですかね、うん、さあこのタフーアさんもでもいいシャンテですよ。もう今にもリーチかかりそう、はい、だってドラキってもんな、ドラキってさトントン切んねんで、もうすぐになんかメンタンピンのリーチ来そうじゃない、うん、何やったら3色待ち込んじゃねえのみたいな、でも曲げられるまではこっちのターン、そうやね。両側準備が大変ですね、うん、麻生さんもう泣かせに行ってますね。完全に今もう当店パーソンとか残してドラアンコの方に協力してるわけですね。そうですね、まあ一番点数ないところなんであそこに積まれてもいいんです。なるほどなるほど、せっせとせっせとせっせと泣かせようと完全に泣かせに行ってましたね今。あ、このキューピンもそうですか。このキューピンは自分で一通の形だけ残しつつ、なるほど、はい、危険杯先打ちみたいな感じですね。これで吐くとパーソーが大体安牌みたいなイメージ。でも面白いですよね、ドラポンの方に泣かせるって点数するってあんまないじゃないですか。まあこの点数状況ならではっていう感じですね。そうですよね、ドラポンがちょっと上がってくれたら今度じゃあそっちがラス争いして自分ところは安泰になるしね、しかも親父がいつ来てもおかしくないんで、もうね、それがやっぱり、すごい、そういうの戦略すごい、2000、4000ならいいよみたいな、うんうん、私2000の人だしみたいな、うんうん、さあピンズの伸びを見るか見ないか、リャンピン切るかイーピン切るかウッパピンパーピン切るかですね。さてここで親の現物っぽい牌を残してないな、シャアは通ってないな、うんうん、あ、そうか、今のちょっと、あ、これシャアやばいかもって今残して後で気づいたかもしれない。あ、いた、あ、しかしこれは恨めった、うん、お、浮かんできた、いいシャンテン、うんうん、安城はちょっと苦しいですよ ね、まあ、途中でシャアアンコ落としはできるんで、うん、テンパイサインさえ入ってくれればっていう感じですけど、チューン、ここはつもぎりました、合わせない、大事なアンパイ、あーっと広がった、広がった、さあ、まあ、ウーワンは泣かれてないんですが、うん、手代わりはあったんでどうするかな。さすがにここから打つのはアホらしいっていう意識はあると思うんで、まあ、イーピンは親に合わせた感じですね、うん、泣いてくれと、これも、テンパイが入りません、うそ、うん、いけそう、うん、もうやめましたね。安城さんどこまで行くか、安城さん結構まだゴディゴディ行ってるんですよ、さすがにそろそろ、あ、これでピンフに取りました、6球ピン、パーピンが3枚見えの状況ですね、うん、フーガから見て、まあ今日はよし、うん、あと高橋がちょっとこれもでも上がりきるまで厳しいですよね、うん、ここにいっぱいありますね、安城さんがいっぱい持ってる、え、結構薄そう、ここにも結構2枚あるのか、じゃあ残り1枚ぐらいしか、うん、3、4、さあ意外と親D の備えができてなかった、ピンチ、リャンピンぐらいしか切れないですよねこれ、はい、ローソー、ローソー打ちづらいか、E ピン、え、6球ピンって順からじゃない、え、1枚ない、2球ピン1枚出てて、4、5、あ、そっか、自分で使ってるんだ、ごめんなさい、そうそうそう、じゃあ順からだ、かわいそう、まあ、ちょっと教えてきてあげた、1、2、3、4、5、6、7、やっぱ2枚、あ、ほんとだ、そうそうそう、親リーも順からやからいいんやでって、うーん、さあ高橋さん一
出遅れでしたが、いけいけ、ジュンクライアしな、ここからの復活を考えるならどうする、おやりジュンクライアちょっと想像が結構振り点になりそうですね、うん、ギャンピンで無難に老僧はちょっと厳しいですよね、どう老僧使いにくいな、どうすんだろうな、自分が老さんなんで、うん、まあ一発じゃなければっていう感じで老僧行ってもいいかもしれないですけど、うん、まあまあ当たりますよね、あの老僧、ちょっと振り点これもさっきギャンピン切るとテンパイ取れないと、うん、ああそうですね、嘘は現物です、現物うん、そっか、スーチャスト終わりやねんな、親の現物でもないから地位の期待もできひん、そうですね、まあ、現状だとまともに取れそうなテンパイが4万短期ぐらいしかないですね、じゃあ嘘つもぎっちゃいますか、でもそのローソがどっちにしろいけないから、うん、でもかといってスーピンウーピン、いやもう全部通ってないんで、とりあえず嘘は通ってるんですけどその後はもう、もう目つぶってサブローピン引いて目つぶってローソを切るぐらいしか、うん、安城さんああいう嘘っちしなかったんですけど、安城さんそうですね、テンパイ取れないこともないかもしれないですけど、ないですね、まあ大体取れないんでね、うんうん、先生ローマン持ってきましたよ、手詰まりですね、手詰まり、手詰まりですね、手詰まりなら目つぶってそうですか、うん、数万の、ああでも数万のマンズが結構切れてるんですね、うんうん、あれでウーマンが3枚見え、数万ウーマン4枚見え、ウーマンは3枚見え、一応形を残してるヤンマンと、あそう思う、切れるものは大丈夫、なんか今の手ちょっと安牌足りなさそうな手やなんかそんなね、そっか高橋さんも言ってるように見えるんかな、うん、いやまあ見えるんじゃないかな、うん、2人のやつがね、あんなに恐る恐る切ってたらなんか張ってなさそうやなテンパイが入らず、辛い、流局です、すごい今回すごい連チャン多いな、うん、そうですね、日本馬日本馬とかね、今度日本馬になるわけですね、うん、風はこれラス争いではありませんって、どういう意味なんですか、小林豪さんの顔文字が使ってあるんで、うん、ラスは逃れるものですか、いやラスは争うものではないと、いやいや小林さんあの天保名人戦で4ラス引いた時にこの顔文字使ってたあリンシャンパイ今見えちゃいましたね、あどうすんのかな、積み直してください、積み直してください、あの積み直しだそうです、チンパンジーちゃおう、チンパンジーチンパンジーチンパンジーがこれ松浦君をチンパンジーって言ったんですよ、審判長が取り直しと言っているので取り直しをお願いいたします、審判長とチンパンジーやばい、取り直しでお願いします、もうクーポンさんじゃなくなりますよ、チンパンジーになりましたよ今日から、そこでリンシャンがここがって見えてしまった、積み直しで、はい、うん、積み直しでとの審判長のチンパンジーの審判長めっちゃ面白かった、流れるかのように言うとしたチンパンジーが別に普段から松浦さんのことそう思ってるわけちゃうからな言葉の響きやからな、裏で悪口言われてるでクソってなってるじゃあその間にコメントでも見てる、いやもう始まりますよ、あもう始まってる、はい、さすが、いやこれで10個目ぐらい稼いだで、めっちゃだってウーアンなんかドラがウーアンアイアムウーマンイエスなんかつくもうや疲れてきた、うん、またこれ一本目やで、もう変わってるんですもんシンチンチン、今回ちょっとハイパイが厳しそうですね、ウーアン、ドラが厳しくていいんじゃないですかね、トンカシロでも重ねますか、いやもう厳しいままでいいです、うせやん、はい、かわいそう、仕方ないです、後輩じゃないん、後輩ですけど、そういうのやめよう、タカちゃんから1万2000円上がったんで、いやー昔はシャーチャーでシャートイツ、うん、シャートイツ、うん、あ、このシャー出るやん、でも仲間さそうじゃないですか、赤と変わるんや、はい、ちょっと形が悪いか、うん、
まあ、供託とかも含めて内定から慎重に進めるぐらいでもいいぐらいの手配ですね。微妙なところですね。慎重にっていうのはその安全牌残しつつ、そうですね、あんま広げすぎずみたいな、人の速度感とか測りつつ、難しいんですけど、でもなんかとりあえず泣いてさ、ゆりちゃんのアシスト来たりとかするんって微妙なん。まあまあ、でもそんなにアシストしてくれるとも限らないですからね。みんな自分の思うようにはね、対応してくれないですもんね。なるほど。まあさっきはもうドラポンで自分が大体一気がないからアシストしてくれましたけど、今回麻生さんにドラ1枚あって普通の手だったら上がりに来ます。そうですね。ナンバーだったらまあまあちょっとあるんですかね。そうですね。ただまあもう安城さんと僅差なんで、やっぱり自分が上がりたい方が大きいと思います。点差広げて、うわ、ローマンヒー、いやでもまだ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 遠いんじゃないですか。まだまだ遠い、うん、そのままでも、もうかわいそう。4300点タカちゃんかわいそう。ちょっとだけチャンタが見える。数万でも切りましょうか。ずっとチャンタが見える、あでもウーマンドラなんか嫌やな、こういう別。あ、これで再び両面が増えてきます。ゴロッチが見えるんじゃないですか。ゴロッチ、ゴロッチ見えない。さて両面ができたらどうするかな。あとターン一品一品っていくか、急走チーソーっていくかぐらいですかね。一品一品っていくと、そうですね、これで単野も見つつ、ロピンあんまりジャントに使いたくないですよね。そうですね、まあ、うまくいけばこのままでも単野を作るんで、おでこれでチーソーかな。ピンズの変化も期待できるよね。そうですね、まあ、これでタイヤを消えるけどピンズ伸びてピンフにするかタイヤをつけるかみたいな。スーワン切っちゃいます。おシャーンコ、いやもう急走切っちゃいます。とりあえず急走、シャン色が、おーカンパワーギター、安城もいつも、フーガさんちょっと厳しいかな。おおそこみたいな、ショートカットこれでも間違えずにいけそうですよね。ただマンズが結構持たれてるこの状況。ほんますね、マンズ高いですね。トライライシ今日そんなよく喋ってるかな。いつもこんなもんな気がするよ。いいことがあったわけでは、グラブの古戦場を買ったぐらいしかいいことないです。何言ってるか分かんない。日本語がちょっとすごい難しいことを言われた。フーガもこれだったら、このくらいになればレンチャンがね、ちょっと見えてきますよね。なんかちょっと見ない間に良くなりました。高橋これでちゃんとのイーシャンテン来た来た。ガサンワンがね、超ネック。あ、安藤さんもいい形のイーシャンテン。フーガさんがちょっと遠い。ミャンマン3ワンアンコで持たれてるんですね。パソはあのチーピン引っ張ってますけど、多分あれじゃないですか、あのマンズ頭になった時にリャウンパーピンとの選択ができる。それもできるし、まあ三重に先にリャウンパーピン引いてきた時にもっといい形になるし、まあ順目考えるとちょっと怖いですけどね、残すの。どっかでアンパイと切り替えてもいい牌ではあります。アンジョもいいシャンテン。マンズで待ちたいっていうか、まあドラ化するのが一番いいですかね。あ、カンパチ入りましたよ。これで3ピン切って、え、すごい進んでるやん。さあこれでローピンを切って目いっぱい、アンジョもこのマンズがなかなかね、決まりませんね。形がもうドラの方に決めましたね。まあもうドラ切れない、切らないっていう感じですね。フーアもサブローは幹のいいシャンテンですか。これはなんか残してドラアンコの方に協力してるわけですね。そうですね、まあ一番点数ないところなんであそこに積まれてもいいんですなるほどなるほど、せっせとせっせとせっせと泣かせようと完全に泣かせに行ってましたね今あこのキューピンもそうですか。このキューピンは自分で一通の形だけ残しつつ、なるほど、はい、危険牌先打ちみたいな感じですね。これで吐くとパーソーが大体安牌みたいなイメージ。でも面白いですよね、ドラポンの方に泣かせるって点数するってあんまないじゃないですか。まあ、この点数状況ならではっていう感じですね。そうですよね、ドラポンがちょっと上がってくれたら今度じゃあそっちがラス争いして自分ところは安泰になるしね、しかも親父がいつ来てもおかしくないんで、もうねそれがやっぱり、すごい、そういうの戦略すごい。2000、4000ならいいよみたいな、私2000の人だしみたいな、さあピンズの伸びを見るか見ないか、リャンピン切るかイーピン切るかウッパピン、パーピン切るかですね。さて
ここで親の現物っぽい灰を残してないな、シャアは通ってないな、うんうん、あ、そうか、今のちょっと、あ、これシャアやばいかもって今残して後で気づいたかもしれない。いた、あ、しかしこれは恨めった。うん、予感できた、いいシャンテン、うんうん、安城はちょっと苦しいですよ ね、まあ、途中でシャア暗黒落としはできるんで、うん、天敗サインさえ入ってくれればっていう感じですけど、チューン、ここはつもぎりました、合わせない、大事な安牌、あーっと広がった、広がった、さあ、まあ、ウーワンは泣かれてないんですが、手代わりはあったんでどうするかな。さすがにここから打つのはほらしいっていう意識はあると思うんで、まあ、イーピンは親に合わせた感じですね、泣いてくれと。これもテンパイが入りません、うそ、いけそう、うん、もうやめましたね。安城さんどこまで行くか、安城さん結構まだゴリゴリ行ってるんですよ、さすがにそろそろ、あ、これでピンフに取りました、6球ピン、パーピンが3枚見えの状況ですね、うん、フーガから見て、まあ今日はよし、うん、あと高橋がちょっとこれもでも上がりきるまで厳しいですよね、うん、ここにいっぱいありますね、安城さんがいっぱい持ってる、え、結構薄そう、ここにも結構2枚あるのか、じゃあ残り1枚ぐらいしか、うん、さあ、意外と親 D の備えができてなかった、ピンチ、リャンピンぐらいしか切れないですよね、これ、はい、ローソー、ローソー打ちづらいか、E ピン、え、6球ピンって順からじゃない、え、1枚ない、2球ピン1枚出てて、あ、そっか、自分で使ってるんだ、ごめんなさい、そうそうそう、じゃあ順からだ、かわいそう、まあ、ちょっと教えてきてあげた、1,2,3,4,5,6,7やっぱ2枚、あ、ほんとだ、そうそうそう、おやりも順からやからいいんやでって、うーん、さあ高橋さん言っておくれでしたが、いけいけ、順からやしな、ほかの復活を考えるならどうする、おやり順からやで、ちょっと想図が結構振り手になりそうですね、うん、あ、ギャンピンで無難に、老僧はちょっと厳しいですよね、どう、同窓使いにくいな、どうすんだろうな、自分が同さんなんで、うん、まあ一発じゃなければっていう感じで同窓行ってもいいかもしれないですけど、うん、まあまあ当たりますよね、あの同窓、ちょっと振り点これもさっきリャンピン切ると天敗取れないと、うん、ああそうですね、運送は現物です、現物、うん、スーチャッソーありやねんな、親の現物でもないから地位の期待もできひんし、うん、そうですね、まあ、現状だとまともに取れそうなテンパイが4万短期ぐらいしかないですね、じゃあ要素つもぎっちゃいますか、え、でもそのローソがどっちにしろいけないから、うん、でもかといってスーピンウーピン、いや、もう全部通ってないんで、とりあえずそうは通ってるんですけどその後はもう、うん、もう目つぶってサブローピン引いて目つぶってローソを切るぐらいしか、うん、安城さんああいう嘘っちしなかったんですけど、安城さんそうですね、天敗取れないこともないかもしれないですけど、ね、まあ大体取れないんでね、うんうん、先生ローマン持ってきましたよ、手詰まりですね、手詰まり、手詰まりですね、手詰まりなら目つぶってそうですか、うん、数万の、ああでも数万のマンズが結構切れてるんですね、うんうん、あれでウーマンが3枚見え、数万ウーマン4枚見え ?3 枚見え、ウーマンは3枚見え、一応形を残してるヤンマンと、あ、そう思う、切れるものは大丈夫、なんか今の手ちょっと安牌足りなさそうな手やな、なんかそんなね、そっか、高橋さんも言ってるように見えるんかな、うん、いや、まあ見えるんじゃないかな、うん、2人のやつがね、あんなに恐る恐る来てたらなんか張ってなさそうやな、ああ天敗が入らず、つらい、流局です、そ
こう今回すごい連チャン多いな、うんうん、そうですね、日本馬、日本馬とかね、今度も今度日本馬になるわけですね、うん、風はこれラス争いではありませんって、どういう意味なんですか。小林豪さんの顔文字が使ってあるんで、うん、ラスは逃れるものですか。いや、ラスは争うものではないと。いやいやいや、小林さんあの天保名人戦で4ラス引いた時にこの顔文字使ってたあ、リンシャンパン今見えちゃいましたね。あ、どうすんのかな。積み直してください。積み直してください。積み直しだそうです。チンパンジーちゃうわ。チンパンジー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 がこれ松浦君をチンパンジーって言ったんですよ。ごめんやで、チンパンジーが取り直しと言っているので取り直しをお願いいたします。チンパンジーとチンパンジーやばい。取り直しでお願いします。もうクーポンさんじゃなくなりますよ。チンパンジーになりましたよ今日から。積み直しで、はい、うん、積み直しでと思う。チンパン長のチンパン長のチンパン長めっちゃ面白かった。流れるかのように言うとした、うん、チンパンチが別に普段から松浦さんのことそう思ってるわけちゃうからな言葉の響きやからな。裏で悪口言われてるでクソってなってる。じゃあその間にコメントでも見てる？いやもう始まりますよ。あ、もう始まってる、うん、はい。さすが。いや、これで10個目ぐらい稼いだで。めっちゃだって、ウーアン流れましたドラがウーアンアイアムウーマンイエスなんかつくもうや、疲れてきた、うん、またこれ1本目やで。もう変わってるんですもんしんちんちん。今回ちょっとハイパイが厳しそうですね、風は。ドラが厳しくていいんじゃないですかね。トンか白でも重ねますか。いやもう厳しいままでいいです。嘘やん、はい、かわいそう。仕方ないです。後輩じゃないん。後輩ですけど、そういうのやめよう。タカちゃんから1万2000上がったんで。いやー、昔はシャーチャーで、シャートイツ、うん、シャートイツ、うん、あ、このシャー出るやん。でも仲間そうじゃないですか。赤と変わるね。ちょっと形が悪いか、うん。まあ、教託とかも含めて内定から慎重に進めるぐらいでもいいぐらいの手配ですね。微妙なところですね。慎重にっていうのはその安全牌残しつつ、はい、そうですね、あんま広げすぎずみたいな、まあ、人の速度感とか剥がれつつ難しいんですけど、うんうん、でもなんかとりあえず内定さ、ゆりちゃんのアシスト来たりとかするんて微妙なん。うーん、まあまあ、でもそんなにアシストしてくれるとも限らないですからね、うん、なんかみんな自分の思うようにはね対応してくれないですもんね。なるほど。まあさっきはもうドラポンで自分が大体一気がないからアシストしてくれましたけど、うんうん、今回麻生さんにドラ1枚あって普通の手だったら上がりに来ます。そうですよね。ナンバーだったらまあまあちょっとあるんですかね、うん、そうですね。ただまあもう安城さんと僅差なんで、うん、やっぱり自分が上がりたい方が大きいと思います。点差広げて、うわ、ローマの日、いやでもまだ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 遠いんじゃないですか。まだまだ遠い、うん、あ、そう、そのままでも、うん、もうかわいそう。4300点タカちゃんかわいそう。ちょっとだけチャンタが見える。数万でも切りましょうか。ずっとチャンタが見える、うん、あ、でもウーマンドラなんか嫌やな、こういうやつ。あ、これで再び両面が増えてきます。ゴロッチが見えるんじゃないですか。ゴロッチ、ゴロッチ見えない。さて両面ができたらどうするかな。あとおたん一品一品っていくか、急走チーソーっていくかぐらいですかね。一品一品っていくと、うん、そうですね、これで単位も見つつ、うん、ロピンあんまりジャントに使いたくないですよね。そうですね、まあ、うまくいけばこのままでも単位を作るんで、うん、おで、これでチーソーかな。ピンズの変化も期待できるね。そうですね、まあ、これでタイヤを消えるけどピンズ伸びてピンフにするかタイヤをつけるかみたいな、うんうんうん、数ワン切っちゃいます。お、シャーンコ、いやもう急走切っちゃいます。急走、とりあえず急走、うん、シャン色が、おお、カンパワー見た。うん、安城もいつも、うん、フーガさんちょっと厳しいかな、うん、おお、そこみたいな、ショートカットこれでも間違えずに行けそうですよね、うんうん、ただマンズが結構持たれてるこの状況。ほんますね、マンズ高いですね、うん、ドライライシ今日そんなよく喋ってるかな。いつもこんなもんな気がするよ。
いいことがあったわけでは、うん、グラブの古戦場を買ったぐらいしかいいことないです。何言ってるか分かんない。日本語がちょっとすごい難しいことを言われた。フーアもこれだったら、うん、このくらいになればレンちゃんがね、はい、ちょっと見えてきますよね。なんかちょっと見ない間によくなりました。高橋これでちゃんとのイーシャンテン、ガサンワンがね、超ネック。あ、安藤さんもいい形のイーシャンテン。フーアさんがちょっと遠い。ミャンマン3本あんこで持たれてるんですね。パソはあのチーピン引っ張ってますけど、多分あれじゃないですか、はい、あのマンズ頭になった時にリャウンパーピンとの選択ができる。それもできるし、まあ三重に先にリャウンパーピン引いてきた時にもっといい形になるし、うん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 、まあ順目考えるとちょっと怖いですけどね、残すの、うんうん、どっかで安牌と切り替えてもいい牌ではあります。安城もいいシャンテン、マンズで待ちたいっていうか、まあドラ化するのが一番いいですかね。あ、カンパチ入りましたよ。これで3ピン切って、え、すごい進んでるやん。さあ、これでローピンを切って目いっぱい、うんうん、このマンズがなかなかね、うん、決まりませんね。形がもうドラの方に決めましたね。まあもうドラ切れない、うん、切らないっていう感じですね。フーアもサブローは幹のいいシャンテンですか。これはな、残してドラアンコの方に協力してるわけですね。そうですね、まあ一番点数ないとこなんであそこに積まれてもいいんです。なるほどなるほど、せっせとせっせとせっせと完全に泣かせに行ってましたね今。あ、このキューピンもそうですか。このキューピンは自分で一通の形だけ残しつつ、なるほど、はい、危険牌先打ちみたいな感じですね。これで吐くとパーソーが大体安牌みたいなイメージ。ーでも面白いですよね、ドラポンの方に泣かせるって点数するってあんまないじゃないですか。まあ、この点数状況ならではっていう感じですね。そうですよね、ドラポンがちょっと上がってくれたら今度じゃあそっちがラス争いして自分ところは安泰になるしね、うん、しかも親父がいつ来てもおかしくないんで、うん、もうねそれがやっぱり、すごい、そういうの戦略すごい。2000、4000ならいいよみたいな、うんうん、私2000の人だしみたいな、うんうん、さあピンズの伸びを見るか見ないか、リャンピン切るかイーピン切るかウッパピン、うん、パーピン切るかですね。さてここで親の現物っぽい牌を残してないな、シャアは通ってないな。あ、そうか、今のちょっと、あ、これシャアやばいかもって今残して後で気づいたかもしれない。あ、いた。あ、しかしこれは恨めた。うん。お、浮かんできた。いいシャンテン。うんうん、安城はやば、ウーマンがなくなる。ちょっと苦しいですよね。ね、まあ途中でシャアアンコ落としはできるんで、天牌サインさえ入ってくれればっていう感じですけど。チューン。圧も切りました。合わせない、大事な安牌。あーっと広がった、広がった。さあ、まあ、ウーワンは泣かれてないんですが、手代わりはあったんでどうするかな。さすがにここから打つのはほらしいっていう意識はあると思うんで、まあ、イーピンは親に合わせた感じですね、うん、泣いてくれと。入りません。嘘、うん、いけそう。うん、もうやめましたね。安城さんどこまで行くか。安城さん結構まだゴディゴディ行ってるんですよ。さすがにそろそろ、あ、これでピンフに取りました。6球ピン、パーピンが3枚見えの状況ですね、うん、フーアから見て和強はよし、うん、あと高橋がちょっとこれもでも上がりきるまで厳しいですよね、うん、ここにいっぱいありますね、安城さんがいっぱい持ってる。え、結構薄そう。ここにも結構2枚あるのか。じゃあ残り1枚ぐらいしか、うん、さあ意外とオヤディの備えができてなかった。ピンチ、リャンピンぐらいしか切れないですよねこれ。はい、ローソー、ローソー打ちづらいか、うん、いいピン。え、6キューピンって順からじゃない。え、1枚ない、2キューピン1枚出てて、3、4、5。あ、そっか、自分で使ってるんだ、ごめんなさい。そうそうそう、じゃあ順からだ。かわいそう、まあ、ちょっと教えてきてあげた、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ほんとだ。そうそうそう、
おやりも順からやからいいんやでってさあ高橋さん言っておくれでしたが、いけいけ順からやしな、ここからの復活を考えるならどうする、おやり順からやで、ちょっと想像が結構振り点になりそうですね、ギャンピンで無難に老僧はちょっと厳しいですよね、どう老僧使いにくいな、どうすんだろうな、自分が老さんなんで、まあ一発じゃなければっていう感じで老僧行ってもいいかもしれないですけど、まあまあ当たりますよね、あの老僧、ちょっと振り点これもさっきギャンピン切るとテンパイ取れないと、ああそうですね、嘘は現物です、現物うん、スーチャストあれやねんな、親の現物でもないから地位の期待もできひん、そうですね、まあ、現状だとまともに取れそうなテンパイがリャンマン短期ぐらいしかないですね、じゃあウソつもぎっちゃいますか、でもそのローソがどっちにしろいけないから、うん、でもかといってスーピンウーピン、いやもう全部通ってないんで、とりあえずウソは通ってるんですけどその後はもう、もう目つぶってサブローピン引いて目つぶってローソを切るぐらいしか、うん、安城さんああいう嘘っちしなかったんですけど、安城さんそうですね、テンパイ取れないこともないかもしれないですけど、ないですね、まあ大体取れないんでね、うんうん、先生ローマン持ってきましたよ、手詰まりですね、手詰まり、手詰まりですね、手詰まりなら目つぶってそうですか、うん、数万の、ああでも数万のマンズが結構切れてるんですね、うんうん、あれでウーマンが3枚見え、数万ウーマン4枚見え、ウーマンは3枚見え、一応形を残してリャンマンと、あそう思う、切れるものは大丈夫、なんか今の手ちょっと安牌足りなさそうな手やなんかそんなね、そっか高橋さんも言ってるように見えるんかな、うん、いやまあ見えるんじゃないかな、うん、2人のやつがね、あんなに恐る恐る来てたらなんか張ってなさそうやな先輩が入らず、辛い、流局です、すごい今回すごい連チャン多いな、うん、そうですね、日本馬日本馬とかね、今度日本馬になるわけですね、うん、風はこれラス争いではありませんって、どういう意味なんですか、小林豪さんの顔文字が使ってあるんで、うん、ラスは逃れるものですか、いやラスは争うものではないと、いやいや小林さんあの天保名人戦で4ラス引いた時にこの顔文字使ってたあリンシャンパイ今見えちゃいましたね、あどうすんのかな、積み直してください、積み直してください、あの積み直しだそうです、チンパンジーちゃおう、チンパンジーチンパンジーチンパンジーがこれ松浦君をチンパンジーって言ったんですよ、審判長が取り直しと言っているので取り直しをお願いいたします、審判長とチンパンジーやばい、取り直しでお願いします、もうクーポンさんじゃなくなりますよ、チンパンジーになりましたよ今日からそこでリンシャンがここが見えてしまった、積み直しで、はい、うん、積み直しでとの審判長のチンパンジーの審判長めっちゃ面白かった、流れるかのように言うとしたチンパンジーが別に普段から松浦さんのことそう思ってるわけちゃうからな言葉の響きやからな、裏で悪口言われてるでクソってなってるじゃあその間にコメントでも見てる、いやもう始まりますよ、あもう始まってる、はい、さすが、いやこれで10個目ぐらい稼いだで、めっちゃだってウーアンなんかドラがウーアンアイアムウーマンイエスなんかつくもうや疲れてきた、うん、またこれ一本目やで、もう変わってるんですもんシンチンチン、今回ちょっとハイパイが厳しそうですね、ウーアン厳しくていいんじゃないですかね、トンカシロでも重ねますか、いやもう厳しいままでいいです、うせやん、はい、かわいそう、仕方ないです、後輩じゃないん、後輩ですけど、そういうのやめよう、タカちゃんから1万2000円上がったんで、いやー昔はシャーチャーでシャートイツ、シャートイツ、あ、このシャー出るやん、でも仲間さそうじゃないですか、赤と変わるんや、はい、
ちょっと形が悪いか。まあ、供託とかも含めて内定から慎重に進めるぐらいでもいいぐらいの手配ですね。微妙なところですね。慎重にっていうのはその安全牌残しつつ、そうですね、あんま広げすぎずみたいな、人の速度感とか測りつつ、難しいんですけど、でもなんかとりあえず泣いてさ、ゆりちゃんのアシスト来たりとかするんって微妙なん。まあまあ、でもそんなにアシストしてくれるとも限らないですからね。みんな自分の思うようにはね、対応してくれないですもんね。なるほど。まあさっきはもうドラポンで自分が大体一気がないからアシストしてくれましたけど、今回麻生さんにドラ1枚あって普通の手だったら上がりに来ます。そうですね。ナンバーだったらまあまあちょっとあるんですかね。そうですね。ただまあもう安城さんと僅差なんで、やっぱり自分が上がりたい方が大きいと思います。点差広げて、うわ、ローマンヒー、いやでもまだ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 遠いんじゃないですか。まだまだ遠い、うん、そのままでも、もうかわいそう。4300点タカちゃんかわいそう。ちょっとだけチャンタが見える。数万でも切りましょうか。ずっとチャンタが見える、あでもウーマンドラなんか嫌やな、こういうやつ。あ、これで再び両面が増えてきます。ゴロッチが見えるんじゃないですか。ゴロッチ、ゴロッチ見えない。さて両面ができたらどうするかな。あとターン一品一品っていくか、急走チーソーっていくかぐらいですかね。一品一品っていくと、そうですね、これで単野も見つつ、ロピンあんまりジャントに使いたくないですよね。そうですね、まあうまくいけばこのままでも単野を作るんで、おでこれで小そうかな。はい、ピンズの変化も期待できるね。そうですね、まあ、これでタイヤを消えるけどピンズ伸びてピンフにするか、タイヤをつけるかみたいな。スーワン切っちゃいます。おシャーンコ、いやもう急走切っちゃいます。とりあえず急走、シャン色が、おお、カンパワーギター、安城もいつも、フーガさんちょっと厳しいかな。おお、そこみたいな、ショートカットこれでも間違えずにいけそうですよね。ただマンズが結構持たれてるこの状況。ありますね、マンズ高いですね。トライライシ。今日そんなよく喋ってるかな。いつもこんなもんな気がするよ。いいことがあったわけでは。グラブの古戦場を買ったぐらいしかいいことないです。何言ってるか分かんない。日本語がちょっとすごい難しいことを言われた。フーガもこれだったら、このくらいになればレンチャンがね、ちょっと見えてきますよね。なんかちょっと見ない間に良くなりました。高橋これでちゃんとのイーシャンテン、ガサンワンがね、超ネック。あ、安藤さんもいい形のイーシャンテン。フーガさんがちょっと遠い。ミャンマン3本あんこで持たれてるんですね。麻生はあのチーピン引っ張ってますけど、多分あれじゃないですか、あのマンズ頭なった時にリャウンパーピンとの選択ができる。それもできるし、まあ三重に先にリャウンパーピン引いてきた時にもっといい形になるし、まあ順目考えるとちょっと怖いですけどね、残すの。どっかでアンパイと切り替えてもいい牌ではあります。アンジョもいいシャンテン、マンズで待ちたいっていうか、まあドラ化するのが一番いいですかね。あ、カンパチ入りましたよ。これで3ピン切って、え、すごい進んでるやん。さあこれでローピンを切って目いっぱい、安城もこのマンズがなかなかね、決まりませんね。形がもうドラの方に決めましたね。まあもうドラ切れない、切らないっていう感じですね。フーアもサブローは幹のいいシャンテンですか。これはな、残してドラアンコの方に協力してるわけですね。そうですね、まあ一番点数ないところなんで、あそこに積まれてもいいんです。なるほどなるほど。せっせとせっせと、完全に泣かせに行ってましたね今。ああ、このキューピンもそうですか。このキューピンは自分で一通の形だけ残しつつ、なるほど、はい、危険杯先打ちみたいな感じですね。これで吐くとパーソーが大体安牌みたいなイメージ。でも面白いですよね、ドラポンの方に泣かせるって点数するってあんまないじゃないですか。まあ、この点数状況ならではっていう感じですね。そうですよね、ドラポンがちょっと上がってくれたら、今度じゃあそっちがラス争いして自分ところは安泰になるしね。しかも親父がいつ来てもおかしくないんで、もうね、それがやっぱり、すごい、そういうの戦略すごい。2000、4000ならいいよみたいな、私2000の人だしみたいな、さあピンズの伸びを見るか見ないか。
リャンピン切るか、イーピン切るか、ウッパッピン、パーピン切るかですね。さて、ここで親の現物っぽい灰を残してないな、シャアは通ってないな。あ、そうか、今のちょっと、あ、これシャアやばいかもって今、残して後で気づいたかもしれない。あ、いた。あ、しかしこれは恨めた。うん、浮かんできた、いいシャンテン、うんうん。安城はちょっと苦しいですよ ね、まあ、途中でシャアアンコ落としはできるんで、うん、テンパイサインさえ入っチューン、小圧も切りました。合わせない、大事なアンパイ。あーっと、広がった、広がった。さあ、まあ、ウーワンは泣かれてないんですが、手代わりはあったんでどうするかな。さすがにここから打つのはアホらしいっていう意識はあると思うんで、まあ、イーピンは親に合わせた感じですね、泣いてくれと。これもテンパイが入りません。うそ、いけそう。うん、もうやめましたね。安城さんどこまで行くか。安城さん結構まだゴリゴリいってるんですよ。さすがにそろそろ、あ、これでピンフに取りました。6球ピン、パーピンが3枚見えの状況ですね、うん、フーガから見て。まあ今日はよし、うん、あと高橋がちょっとこれもでも上がりきるまで厳しいですよね、うん、ここにいっぱいありますね、安城さんがいっぱい持ってる。え、結構薄そう。ここにも結構2枚あるのか。じゃあ残り1枚ぐらいしか、うん、意外と親 D の備えができてなかった。ピンチ、リャンピンぐらいしか切れないですよねこれ。はい、ローソー、ローソー打ちづらいか、E ピン。え、6球ピンって順からじゃない？え、1枚ない？2球ピン1枚出てて、あ、そっか、自分で使ってるんだ、ごめんなさい。そうそうそう、じゃあ順からだ。かわいそう、まあ、ちょっと教えてきてあげた、うん、1、2、3、4、5、6、7やっぱ2枚。あ、本当だ。そうそうそう、おやりも順からやからいいんやでって。うーん、さあ高橋さん言っておくれでしたが、いけいけ順からやしな。ここからの復活を考えるならどうする。おやり順からやで。ちょっと想図が結構振り手になりそうですね。うん、あ、ギャンピンで無難に。老僧はちょっと厳しいですよね。どう、同窓使いにくいな、どうすんだろうな。自分がドアさんなんで、まあ一発じゃなければっていう感じで同窓行ってもいいかもしれないですけど、うん、まあまあ当たりますよね、あの同窓。お、ちょっと振り点これもさっきリャンピン切るとテンパイ取れないと。ああ、そうですね。運送は現物です。現物、うん、スーチャストありやねんな。親の現物でもないから地位の期待もできひんし、うん、そうですね、まあ、現状だとまともに取れそうなテンパイが両万短期ぐらいしかないですね、うん、じゃあ嘘つもぎっちゃいますか。え、でもそのローソがどっちにしろいけないから、うん、でもかといってスーピンウーピン、いや、もう全部通ってないんで、とりあえず嘘は通ってるんですけどその後はもう、うん、もう目つぶってサブローピン引いて目つぶってローソを切るぐらいしか、うん、安城さんああいう嘘っちしなかったんですけど、安城さんそうですね、テンパイ取れないこともないかもしれないですけど、ね、まあ大体取れないんでね、うんうん、先生ローマン持ってきましたよ。手詰まりですね。手詰まり、手詰まりですね。手詰まりなら目つむって想像ですか、うん、数万の。ああ、でも数万のマンズが結構切れてるんですね、うんうん、あれでウーマンが3枚見え、数万ウーマン4枚見え、3枚見え、ウーマンは3枚見え、一応形を残してリャンマンと。あ、そう思う、切れるものは大丈夫。なんか今の手ちょっと安牌足りなさそうな手やなんかそんなね。そっか、高橋さんも言ってるように見えるんかな。うん、いや、まあ見えるんじゃないかな、うん、2人のやつがね、あんなに恐る恐る来てたらなんか張ってなさそうやな。うん、あ、テンパイが入らず。辛
流局です。こう今回すごい連チャン多いな、うん、そうですね、日本馬、日本馬とかね、今度も今度日本馬になるわけですね、うん、風はこれラス争いではありませんって、どういう意味なんですか。小林豪さんの顔文字が使ってあるんで、うん、ラスは逃れるものですか。いや、ラスは争うものではないと。いやいや、小林さんあの天保名人戦で4ラス引いた時にこの顔文字使ってたあ、リンシャンパン今見えちゃいましたね。あ、どうすんのかな。積み直してください。積み直してください。あの積み直しだそうです。チンパンジーちゃおう。チンパンジーチンパンジーチンパンジーが、これ松下君をチンパンジーって言ったんですね。ごめんやで、チンパンジーが取り直しと言っているので取り直しをお願いいたします。チンパンジーとチンパンジーやばい。取り直しでお願いします。もうクーポンさんじゃなくなりますよ。チンパンジーになりましたよ今日から。積み直しで、はい、うん、積み直しでと思う。チンパン長のチンパン長のチンパン長めっちゃ面白かった。流れるかのように言うとした、うん、チンパンチが別に普段から松浦さんのことそう思ってるわけちゃうからな言葉の響きやからな。裏で悪口言われてるでクソってなってる。じゃあその間にコメントでも見てる？いやもう始まりますよ。あ、もう始まってる、うん、はい。さすが、いやこれで10個目ぐらい稼いだで、うん、めっちゃだってウーアン流れましたドラがウーアンアイアムウーマンイエスなんかそこもうや疲れてきた、うん、またこれ1本目やで。もう変わってるんですもんしんちんちん。今回ちょっとハイパイが厳しそうですね、風は。ドラが厳しくていいんじゃないですかね。トンか白でも重ねますか。いやもう厳しいままでいいです。うせやん、はい、かわいそう。仕方ないです、ね、後輩じゃないん。後輩ですけど、あのタカちゃん、タカちゃんから1万2000上がったんで。いやー、昔はシャーチャーで、シャーと、うん、シャーと、うん、あ、このシャー出るやん。でも仲間そうじゃないですか。赤と変わるんちょっと形が悪いか、うん、まあ、教託とかも含めて内定から慎重に進めるぐらいでもいいぐらいの手配ですね。微妙なところですね、うん、慎重にっていうのはその安全牌残しつつ、はい、そうですね、うん、あんま広げすぎずみたいな、まあ、人の速度感とか剥がしつつ難しいんですけど、うんうん、でもなんかとりあえず内定さ、ゆりちゃんのアシスト来たりとかするんって微妙なん。うーん、まあまあでもそんなにアシストしてくれるとも限らないですからね、うん、なんかみんな自分の思うようにはね対応してくれないですもんね。なるほど、まあ、さっきはもうドラポンで自分が大体一気がないからアシストしてくれましたけど、うんうん、今回麻生さんにドラ1枚あって普通の手だったら上がりに来ます。そうですね、ナンバーだったらまあまあちょっとあるんですかね、うん、そうですね、ただまあもう安城さんと僅差なんで、うん、やっぱり自分が上がりたい方が大きいと思います。点差広げて、うわ、ローマンヒー、いやでもまだ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 遠いんじゃないですか。まだまだ遠い、うん、あ、そう、そのままでもう、うん、もうかわいそう。4300点タカちゃんかわいそう。ちょっとだけチャンタが見える。数万でも切りましょうか。ずっとチャンタが見える、うん、あ、でもウーマンドラなんか嫌やな、こういうやつ。あ、これで再び両面が増えてきます。ゴロッチが見えるんじゃないですか。ゴロッチ、ゴロッチ見えない。さて両面ができたらどうするかな。あとおたん一品一品っていくか、急走チーソーっていくかぐらいですかね。一品一品っていくと、うん、そうですね、これで単位も見つつ、うん、ロピンあんまりジャントに使いたくないですよね。そうですね、まあ、うまくいけばこのままでも単位を作るんで、うん、おで、これでチーソーかな。ピンズの変化も期待できるね。そうですね、まあ、これでタイヤを消えるけどピンズ伸びてピンフにするかタイヤをつけるかみたいな、うんうんうん、数ワン切っちゃいます。お、シャーンコ、いやもう急走切っちゃいます。急走、とりあえず急走、うん、シャン色が、おお、カンパワー見た。うん、安城もいつも、うん、フーガさんちょっと厳しいかな、うん、おお、そこみたいな、ショートカットこれでも間違えずに行けそうですよね、うんうん、ただマンズが結構持たれてるこの状況。ほんますね、マンズ高いですね、うん、ドライライシ今日そんなよく喋ってるかな。いつもこんなもんな気がするよ。
いいことがあったわけでは、うん、グラブの古戦場を買ったぐらいしかいいことないです。何言ってるか分かんない。日本語がちょっとすごい難しいことを言われた。フーゴもこれだったら、うん、このくらいになればレンちゃんがね、はい、ちょっと見えてきますよね。なんかちょっと見ない間に良くなりました。高橋これでちゃんとのイーシャンテン、ガサンワンがね、超ネック。あ、安藤さんもいい形のイーシャンテン。ウワさんがちょっと遠い。ミャンマン3本あんこで持たれてるんですね。パソはあのチーピン引っ張ってますけど、多分あれじゃないですか、はい、あのマンズ頭なった時にリャウンパーピンとの選択ができる。それもできるし、まあ三重に先にリャウンパーピン引いてきた時にもっといい形になるし、うん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 、まあ順目考えるとちょっと怖いですけどね、残すの、うんうん、どっかで安牌と切り替えてもいい牌ではあります。安城もいいシャンテン、マンズで待ちたいっていうか、まあドラ化するのが一番いいですかね。あ、カンパチ入りましたよ、うん、これで3ピン切って、え、すごい進んでるやん。さあ、これでローピンを切って目いっぱい、うんうん、このマンズがなかなかね、うん、決まりませんね、形が。もうドラの方に決めましたね。まあもうドラ切れない、うん、切らないっていう感じですね。フーアもサブローは幹のいいシャンテンですか、うん、これはな残してドラアンコの方に協力してるわけですね。そうですね、まあ一番点数ないところなんで、あそこに積まれてもいいんですなるほどなるほど、せっせとせっせとせっせと泣かせようと完全に泣かせに行ってましたね今。あ、このキューピンもそうですか。このキューピンは自分で一通の形だけ残しつつ、なるほど、はい、危険牌先打ちみたいな感じですね。これで吐くとパーソーが大体安牌みたいなイメージ。ーでも面白いですよね、ドラポンの方に泣かせるって点数するってあんまないじゃないですか。まあ、この点数状況ならではっていう感じですね。そうですよね、ドラポンがちょっと上がってくれたら、今度じゃあそっちがラス争いして自分ところは安泰になるしね、うん、しかも親父がいつ来てもおかしくないんで、もうねそれがやっぱり、すごい、そういうの戦略すごい、2000、4000ならいいよみたいな、うんうん、私2000の人だしみたいな、うんうん、さあピンズの伸びを見るか見ないか、リャンピン切るかイーピン切るか、うん、パーピン、パーピン切るかですね。さてここで親の現物っぽい牌を残してないな、シャアは通ってないな。あ、そうか、今のちょっと、あ、これシャアやばいかもって今残して後で気づいたかもしれない。あ、いた。あ、しかしこれは恨めた。うん。お、浮かんできた。いいシャンテン。うんうん、安城はやば、ウーマンがなくなる。ちょっと苦しいですよね。ね、まあ途中でシャアアンコ落としはできるんで、天牌サインさえ入ってくれればっていう感じですけど。チューン。圧も切りました。合わせない、大事な安牌。あーっと広がった、広がった。さあ、まあ、ウーワンは泣かれてないんですが、手代わりはあったんでどうするかな。さすがにここから打つのはほらしいっていう意識はあると思うんで、まあ、イーピンは親に合わせた感じですね、うん、泣いてくれと。入りません。嘘、うん、いけそう。うん、もうやめましたね。安城さんどこまで行くか。安城さん結構まだゴディゴディ行ってるんですよ。もうさすがにそろそろ。あ、これでピンフに取りました。6球ピン、パーピンが3枚見えの状況ですね、うん、フーガから見て。まあ今日はよし、うん、あと高橋がちょっとこれもでも上がりきるまで厳しいですよね、うん、ここにいっぱいありますね、安城さんがいっぱい持ってる。え、結構薄そう。ここにも結構2枚あるのか。じゃあ残り1枚ぐらいしか、うん、さあ意外とオヤディの備えができてなかった。ピンチ、リャンピンぐらいしか切れないですよねこれ。はい、ローソー、ローソー打ちづらいか、うん、いいピン。え、6キューピンって順からじゃない。え、1枚ない、2キューピン1枚出てて、4、5。あ、そっか、自分で使ってるんだ、ごめんなさい。そうそうそう、じゃあ順からだ。かわいそう、まあ、ちょっと教えてきてあげた、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、あ、ほんとだ。そうそうそう、
おやりも順からやからいいんやでってさあ高橋さん言っておくれでしたが、いけいけ順からやしな、ここからの復活を考えるならどうする、おやり順からやで、ちょっと想像が結構振り点になりそうですね、ギャンピンで無難に老僧はちょっと厳しいですよね、どう老僧使いにくいな、どうすんだろうな、自分が老さんなんで、まあ一発じゃなければっていう感じで老僧行ってもいいかもしれないですけど、まあまあ当たりますよね、あの老僧、ちょっと振り点これもさっきギャンピン切るとテンパイ取れないと、ああそうですね、運送は現物です、現物、うーん、そっか、スーチャスト、あれやねんな、親の現物でもないから、うん、地位の期待もできひんし、そうですね、まあ、現状だとまともに取れそうな天敗が両万短期ぐらいしかないですね、じゃあ運送つもぎっちゃいますか、でもその労組がどっちにしろいけないから、うん、でもかといってスーピンウーピン、いやもう全部通ってないんで、とりあえずそうは通ってるんですけど、その後はもう、もう目つぶって、サブドーピン引いて目つぶって同窓切るぐらいしか、安城さんああいう嘘っちしなかったんですけど、安城さんそうですね